では入りください。むいちゃんもいない。うん、むいちゃんもいないね。誰もいないね。オンラインであれじゃないかな、今挨拶してるから。コード入力。あー、なるほど。パワーパワーパワー。あれ、なんかマッパだ。あ、やっと、ちょっと待って。あら、着替えが右のなんか着替えボックスか。ちょっと待って、ちょっと待って。アッパの子さん、右側よ。アップしてあげよう。ゲームね、さっき間違えてたから話を更新してるよ。じゃあ、いつもどれ来てた？あ、これだった気がする。あ、こんない。みんなこねる、言ってこねる。うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いつも通り。みんな聞こえとる？あ、トニーさん。聞こえてる。ハロー。むいちゃん入ってもらって。うん、ちょっと待ってね。今準備しとるから。了解です。これで。ネルマいるよ。ネルマいるよ。ネルマいるよ。あ、これだね。よいしょ、ちょっと待ってね。プレイ画面映すけん。あ、もう、はい、やっちゃってる感じ？配信してるね。うん。してるね。あ、いいね。いいね。ちょっと僕も自分枠でやってきますんで。うん、あ、はい。多分、はい、私も行ってきまーす。入ってらっしゃい。行ってらっしゃい。これ、部屋解体されない？部屋一回入っちゃおうかなって思うんですけど、大丈夫ですか？うん、オッケーでーす。了解です。じゃあちょっとうちも挨拶しとくね。ちょっと待ってね。コクピット集合でーす。みんな待機ありがとう。あ、ちょっと始まっちょるね。始まっちょるね。挨拶しようと思ったのに。ちょっと待ってね。先に始めるけん。ん？してよい、してよい。うん。はい。はい、じゃあちょっと先に移動するね。はい。はい、みんな待機ありがとね。あ、みんな待機ありがとう。今日ね、ヘイストラさんすごい来てくれちょってありがとね。下月さん来てくれてありがとう。ちかさん来てくれてありがとう。待機ありがとうね。和光さんも待機ありがとう。ね、今日はね、みんなでね、アモングアスするけんね。これからね、みんなの声入れていくけんよろしくね。うちもね、遊んだ回数そんなにね、少ないけんね。今日はね、どげん感じになるかわからんけど、よろしくね。姉さんを。まあ、これだけ僕の配信は僕の声しか入ってないからやべえ人になる。これ姉さんを連呼人になるね。姉さんを連呼してる。やべえ人になる。テスト荒ぶっとる。大丈夫かね。あ、みんなね、すごい今すごい元気なんよ、みんな。元気なよ。いや、シャリすいませんでした。すいませんでした。許してください。食べないでください。そうね、僕も見るときだ。食べないでください。食べないでください。こっちこっちこっち。行くわよ。あれだね、きっと挨拶集会所みたいなところに、集会所じゃない。音入れる。集会所。はい。一番だよ。一番メインのここでしょ、ここでしょ、ここでしょ。何？もう半するの、もう半。ここでしょ、ここでしょ。もう半するの。はい、はい、じゃあいいかな。じゃあ皆さん、ちょっと遅くなりました、申し訳なかったです。今日ですね、私の
呼びかけにお答えいただいて ありがとうございます。初心者だらけのアマースということで、ゆったりまったりとね、やっていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。みんなね、声のバランスどうかいね。なんかあったら言ってね、直すけん。そうね。僕の方も声のバランス大丈夫なようでしたら。それも兼ねてちょっとじゃあ一人ずつ軽く自己紹介なんかそうですね。そうじゃね。めっちゃ長いよ。まあ一言。まあ一言二言。じゃあディスコの上からでアミティからでいいかな？元気そう。はい。はい。皆さんおはようございます。アムネリーブことアムと申します。明日で1周年らしいよ。よろしくお願いします。あ、本年、やん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとう。ありがとう。はい、カールルンお願いします。はい、どうもゲーム大好き VTuber 兼、思いつきませんでしか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あれかな、色とかも言ってた方がいいんかな。アミティが白です。色です。カルティはオレンジ白です。じゃあユリッペさんお願いします。はい、コンペペです。紫色と猫帽子となんかキョンシーっぽいお札を貼ってるスキンで参加させていただきます。リッペです。ダークファンタジー好き CV チューバーやってます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあカッペカッペ。はい、早めにクリスマス気分。自分も1周年、この前1周年過ぎてました。どうも冬ないカップルです。よろしくお願いします。おめでとう。お願いします。お願いします。ねるねるがね、はい、皆さんこんねる、ペイントークの鉄やねるです。今日初めてのゲームなので頑張っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねるちゃんはあれね、水色の天使と若付けちょるね。ねるねるは水色。うん、はい、じゃあムイちゃんお願いします。こんむい、みんな今日ね、2回目になるんかな、このプレイ。うん、うちはね、この緑色の目玉焼きのっけて頑張るけんね。よろしくね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあアルチお願いします。はい、皆さんどうもお疲れ様です。司会アルチです。僕は、この医者の服と、髪なんか乗っけてます。灰色の人間です。よろしくお願いします。紙袋かね。お願いします。じゃあシャルティお願いします。はい、皆さんコンシャルト、ヒソラシャルトです。今日はね、私シャルト警察でやっていきます。ちょっとね、二日酔いでちょっと機嫌悪いので、不届き者アミューズをやろうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあリュナさんお願いします。はい、VTuber の足月リュナです。今日はこのよくわからん色と白衣でやってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あずき色かな。あずき色だね。お医者さん。姉さん、この葉ねさんお願いします。あ、はーいはーいはーい、この葉です。この葉です。頭に卵を乗っけて、むいちゃんに1個食べられながら頑張っていきたい。うちがこれ食べたんね。ちょっと色似てないね。ね、色似てない。うん、いやもううちも焼いてしまった。被ってるから、うん、ちょっとみんな見間違いには注意してね。よろしくよろしく。研究者がいる。研究者も。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二度目なので迷子になります。まだ慣れてません。はい。はい。はい、僕が、黒で行きます。シアシアです。よろしくお願いします。で、はい、10時半から、白いちごさん合流する予定になりますので、また、はい、合流しましたら紹介したいなと思います。じゃあ、はい、ゲームを始めたいの、はい、どうしよう、仕切り直した方がいい。そうですね、仕切り直しお願いします。じゃあインストスタの人殺してください。誰ね誰ね誰ね、誰が犯人なんだ。誰が犯人なんだ。シャルト警察じゃねえか。いいシャルト警察です。シャルちゃん、シャルちゃん赤いけど青いね。今日始まったらミュートで
よろしく。あ、そうしたら消された。あ、ヘイストラさん、そうなんや、今日配信画面頑張ったんよ。あ、通報しちゃうと時間伸びちゃうんで。うん。あ、これ、いっぱい。じゃあ、誰か一人する。誰か一人する。ほんと。ヘイストラさん。あ、つった方がいいね。つった方がいいね。スキップして、エルテのことつっていいですよ。うん、はい。シャルティつっちゃった。私もシャルティをつっちゃった。まあまあ。人気投票で。ユリピアの通りです。死んだ人は、喋っててもらっていいので、はい。よろしくお願いします。ボイスチャンネル作ってなかった。はい、いいかな。たぶん、それで喋ってないからさ。聞こえてない時だよね。あ、私はコクピットにいます。コンができなくなっちゃうから。います。で、探せ。コクピット集合。コクピット集合。コクピット集合。はい。コクピット集合。食べ。ちょっと待ってね。やることが多いね。はい。迷子になるんだけど。大変です、シャルトさん。シャルト警察、死体が。事件が起きた。誰ですか？犯人は誰ですか？あれここ違うね、ここどこじゃね、あ、こっちじゃね、あー、あー、どんどん被害が広がっていくね。ごめんなさい、ごめんなさい、入れていいと思う。あの、私に入れなよ、クルーだから。早く終わらせよ、早く終わらせよ。はい、そうなっちゃうんだね。あの、通報しちゃったらあれだから、時間伸びちゃう。すまにあの、キルクール明けの時間が発生しちゃうからね、ちょっとね。あー、カルテー、カルテー、さよなら。コックピットだ、コックピットだ、幽霊だけど、コックピットだ。ペットが、ペットがいる。ペットだけ取り残されてる、かわいそう。かわいそう。はるちゃんがやられて。一人ぐらいじゃないの。あと一人だね。やっぱエアシップは初心者には難しいかね。私、私殺せばいいよ。まだね、多分クーリング、クーリング。クーリングオフ。クーリングオフ。クーリングオフ。ちょっと待ってね。おいおいおい。うち向かい寄るけ、ちょっと待ってね。チャルティの周り、ぐるぐる回りながら待って。ああ。やったー、お待たせした。レベル上がったー。これも忙しいね。レベル上がったー。上がってないや。今、もう一度プレイでよいんかな。うん、プレイで大丈夫。はい。はい。いや、人がいすぎてわかんないな。なるほど。ゲームルール簡単にお伝えしますね。はい。はい。はい、はい、今日はエアシップの11人にインポスターになってます。ちょっとインポスターが人数的に不利なんですけど、頑張りましょう。はい。はい。エマージェンシークールダウンというその、ゲーム始まってから会議ボタンを押せるまでの時間が15秒で、議論時間が150秒にしてます。はい、プレイヤースピードが 1.25 倍、ちょっと早めで、クルービジョンがさっきご覧、来るの方はご覧いただいたように狭く暗めになってます。で、インポスタービジョンは 1.5 倍で来るより視界が広くなってます。キルクルダウンが 27.5 秒で 27.5 秒おきに1キル取ることができます。一番ゲームの一番最初だけキルクルダウンが10秒になってますのでお気をつけください。キルディスタンスがミディアムになってまして、結構遠くからでも、クルーを殺すことができます。でタスクバーアップデートがではその表示されなくなってますので適宜確認してください。はい、でタスク量はちょっとだけロング減らしてて、はい、まあ結構多めになってますという感じです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、何か質問ある方とかいますか？ねるちゃん、今の説明わかった？え、私？うん。いや、やってみないとわかんないじゃん。うん、今、タスクはすごい、細かく短い作業が増えたってことなんですよね。うん。今、タスクの、うん。タスクの作業内容の確認なんですけど、はい、シンプルで、短いものが個数増えて、設定されてるってことですか？
そうですね、あのタスクって最大数が決まってて、最大数から、6タスクを1個減らしてる感じですね、うん、なんで少なくなってるだけなんじゃね、くらいあります。はい、ありがとうございます。はい、では始めていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。始まるぞ。始まったらミュートだぞ。はい、始まったらミュートね。ミュートね。ミュート。あ、みんな応援ありがとね。お、墓地は来るじゃね。おい、あ、ワコウさん、ヘイストラさん、ありがとう。みんなありがとうね。すごい、今ちょっとコメント拾いきれんかったっけ、ちょっとあれじゃけど、みんな打ってくれてありがとう。強しさんも来てくれちゃったね、ありがとう。じゃあうちはミーティングルーム、お、なんかあれじゃね、およ。今のでよかったんかな、レバー直して。セキュリティルーム、セキュリティルームはどこじゃね、セキュリティルームはね、上の方にあった気がするね。あ、ミーティングルーム、ミーティングルーム、はい。およ、シャールちゃん、はい、あ、なんだっけな、シャワー室の隣のところ、なんか室内、シャワー室なんかあるやん、そう、シャワー室の左側、はい、左側、そこら辺なんだけど、はい、実はここに行くまでに、いや、これ言っていいのかな、ねるちゃん見て、下からの、うん、うん、いや、でもね、私ね、ちょっと画面バグってるんだ、あや。投票画面じゃないってこと、投票画面じゃないってこと、いや、投票画面ではある、あ、途中のってこと、そうそうそう、途中途中でバグってた可能性が、うん、そう、なるほど、タスクやってる途中でタスクの画面から動かなくなっちゃって固まってるんだまあ、なるほどなるほど、私の中の容疑者はねるちゃんかなって感じ。なるほどね。はい、なるほどね。まだねるちゃんと言っておきじゃないけど、まあ、ねるちゃん怪しいなって思っただけです。はーい、なるほど、はい、はい、10秒だからかなりありえるかなって思ってます。はい、でも私はスペルシャルを一回も見てなくて上に行ってます。そうなりますよね。でもまだ人数余裕あるからスキップをします。あ、ジョン・ベニクトさんいらっしゃい、はい、じゃあこれはスキップで、警察いなくなったらあれじゃない、ね、犯罪を振り放題なんで、あれ、そうか、情報のまとめとかは特にないですか。あ、じゃあゆりっぺーしゃべりたいですね。はい、あ、はい、お願いします。シャワーにメインが3とかで、はい、なんかその周辺になんか6人くらいいたんですよね。え、シャワー室そんなにおったの？エンジンルームになんか1人とか2人とかで、うんうん、でキッチンの方に、キッチンの左の展望デッキのところに2人って映ってたんで、誰かなって見に行ったら、黄色のアムさんとグレーの、あ、僕ですね、アルスさんがいたので、ユリッペからはこの黄色とグレーと紫は絶対にキルに関わってないと思います。はい、うん、イエーイ、寝る寝る、ちょ、入れてないぞ、とりあえずこの後どうしますか。でもいいよ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 、本当にね、画面やばいな。もういい、じゃあ続きじゃね、ま、じゃあ一旦ミュートね、はい。おお、一人やられてしまったんや、ジョンさん。はい、黒いね、真っ暗じゃね、照明修理、矢印のところに行ってね、直しに行くで、ね、おいおいおい、あ、あれじゃね、あれじゃね、およ、
やんね、これ使えへんよね。あれ、もう直ったんかね、照明。あ、直っちょるね。あ、じゃあ、うちミーティングルームもう一回戻るね。はいー。あ、リュナさんじゃ、あ、なんかまたトラブル起きちょるね。みんながやってくれるかな。ちょっとうち、先にカードしに行くね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。およ。やったぜ。はい、戻ってきました。発見してないです。やったぜ。平和平和。平和。何会議？いやー、誰も死んでねえな。シャルちゃん、シャルちゃん忘れちゃいけんね。不満そうだな。さっきの話。はい、なんですけど、はい、シャワーにいた2人ってどなたとどなたですか？なんか寄ったようみたいな。ツヤネルとカルト姉さん。あ、なんかそう、私がシャワーのなんかカンカン直すタスクやった後に左行ったら、うん、あタスクやり行ったら洗浄のやつかな。うん、なんかシャルちゃん死んでて、いやでもスレチカットのネルちゃんしかいねえなーと思ってちょっと怪しいなって。でも6人おったんだよね、6人やってました。アーカイブに入る手前ぐらいですれ違って、うん、すれ違った。でもさんがでもあの時にシャワーに入ったってことですか？ん、ネルさんがアーカイブからシャワーに入ったっていうことですか？逆シャワーから出てくところを見た。そう、すれ違って私がシャワーのやつ直して、でその後左側のメインホールの一番シャワー室に近い部屋の方に入ったら、なんと、それは警察が死んでました。じゃあ、カルトさんからは、そのシャワーのキルしてから自分のとこにやってきたんじゃないかっていうことですか？うん、あくまでも可能性、誰も見てないから、そう、ちょっとつついてみたかなってだけです。うんうん、まあ酔った勢いでやっちゃった可能性もあるけどね。でもエレベーターはアドミン情報がシャワーにメイン3になってたのを見てたので、どちらかといえばネルさんはなんかやってないんじゃないかなと思ってて。あ、メインタオル、あ、なるほど、まだ離れたばっかりだったりとか、タオル拾った時にゴミ箱の処理があったので、ゴミ箱の処理やったらバグりました。いつまでもルーク叩いてるだけで。なるほど、ね。場面平和じゃちょっとね。うん、ちょっとごっつい争い欲しいかなっていう。はい、それじゃあね、またプレイ画面に戻るね。ね、みんないっぱい話しちゃったね、すごい。うちには誰が犯人かさっぱりじゃねえ。ひとまずあれじゃね、宇宙船を直すの。優先するね。キッチンとエンジンルーム、あと宿舎前通路かの3つを直すね。はい、あ、あ、はいはいはい。あ、あれじゃね、衝突コースを回避するこっちを優先せんといけんね。およ、あ、治ったね。あ、和光さんもわからん。あ、ヘイサさん、今のあれね。はい、カード出すね。0、1、8、7、6じゃね。はい、1個できたね、完了じゃね。次はね、あれじゃね、エンジンルームの修理じゃね。この羽根さんおるね。はい。ヘイスラさんありがとうね。あれちょっと気をつけとくね。エンジンルームの、これかね。はい。はい。ケーブルつなぐね。同じ色結ぶね。はい。あ、ま
また警報なっちょるか。宇宙人が悪いことしとるで。あ、ナイスありがとう、ヘイストラさん。おいおいおい。ゼロ、なんな、あ、ゼロ、なんな、八、五、三じゃね。はい。セキュリティルームのテープを巻き戻す？近くじゃからちょっと行ってみるかね。テープを巻き戻す。変なのを見当たらんね。メインホール行ってみるね。はい。あ、乗られてしまったね。あ、にゃんこさん、こんばんは。今ね、みんなでね、あれじゃね、アモンガースやっちゃるよ。えっと、えっと、えっと。あ、あれじゃね。よいしょ。あ、マップ開くと出ちょる？はい。マップ開くと、あ、ほんとじゃねえ。あ、なんで、カルちゃん。はい。なるほど。はい。なんか、うちが作業してる下のところに死体があった。なんと大雑把な報告。なんと大雑把な報告ですか。何だったっけ、あの下のなんか電波送るやつ、デッキかセキュリティのどっちかだね。え、携帯のやつかな、なんか外側のデッキだね。デッキか、うん、で私あれの作業やっててなんか下につけて押しちゃったんだけどセキュリティか。結構最近まで見たとか最初しか見てないとか。ペからいいですかね。はい。したいことがあって、カルトンさんはめちゃめちゃ最初の方に武器庫とかその辺で見たことがあって、はい、その後リアクター鳴った時に、うん、皆さんリアクターの方を集合されてましたよね。うんうん、そうですね。何人かとあって。でその後私そのマップの右下の方に診察室っていうみんなが死んでるかどうか確認できるやつがあって、うんうん、あれ見に行ったらもうカルトさん亡くなってて、うん、で多分武器庫の方で死んでるかなって思ってキッチン通ってキッチンの左下の展望デッキ入ったらカルトさんの死体の上にって空気吸ってるネルさんがいたので、え？死体の上でおそらくまあ10秒以上は立ち尽くされてるはずなので、うんうん、られとるやん。いや原稿は違う。達成感に満ち溢れていたということでよろしいですか？タスクずっとやっててあれ、うん、なんか強いとか弱いとかあるじゃん。あれを探してて多分見れなかったと思うんだ。え、でも先にいたんじゃないの？先にいたらわかるよね多分。いや、いてなかったと思うよ。後から来たんじゃないかな。後から来て、死体が後から死体がスススススってきたってこと。どうなんだろう。ちょっとあと時間が、時間がないね。ボタンを押そう。ボタンを押そう、ボタンを押そう。ただ私クリアしてたから。自分ボタン押すわ。じゃあ自分ボタン押す。はい、あれでも疑われた人が押した方がいいんでしょ。あ、じゃあ寝る押した方がいい。押してきてね。寝る押すってわかるのかな。メインホール行くね。はい。よいしょ。さて、ヘイストラさんに教えてもらった、あ、メインホール、上じゃね。はいはい。おい？はい。はい。
ネルさんは迷子になってました。エリペ的には 100% ネルさんだとは思ってるんですけど、ネルさんじゃなかっただけの話をじゃあしましょう。そうですね。そうですね。一応成功してるので。なるほど。なるほど。ネルさんがその30秒、40秒かけてダウンロードを、携帯のタスクやってる間に、もしかしたらカルトさんとインポスターがやってきて、殺されたっていう可能性もあり、うん、だから私その最中やってました。夢中すぎて目の前で殺人が起きているのに気づかない。うん、だって電波探すのに一生懸命でさ、携帯で画面隠れるんだよ。電波大事だ。電波大事だ。うん。あの時リアクターを直すのに、誰だ、左側に多分僕リフトでの乗ってってアルチとカペカペと姉さん2回目じゃない2回目 ?1 回目か ?2 回目 ?2 回目 ?2 回目じゃない2回目の話じゃない、うん、2回目はあれ言ってないんだけど2回目は僕とリョナさんとアムさんは右にいたんで、でそこでユリッペさんと遭遇してるから多分ここは除外でいいんじゃないかな、うんうんうん、1回目の話かじゃあったまあネルちゃんが採用重要人物っていうことには変わりないけれどねこれだともし違ってた時にどうしようかなって感じよね。そうだね、うんうんうん、私は違うと言い続ける。ああでさ、普通に迷子になってさ、全あんな写真たどり着けるのもようやくやっとなのにさ、どうやって切るって切るって言うの知らない。どうなんだ。どうなんだね。ミーティング行かなかったからね。それはしょうがない。いや、うちもミーティング行けんね、ちょっと。そう、コックピットの方に突っ込んでったから。まあでもどうせもう一人いるしね。なんか初回もちょっと立ち位置が怪しかったので、一応残念ながらねるちゃんを釣る方向でとりあえずいいかなとは私は思っています。そうね。なるほど。いやでも普通に私じゃない。そうじゃねえじゃん。ミーに従います。はい。じゃあ違ってたらこの歯が悪い。この歯が悪いと。謝罪。ごめんな。でも。本当に違う。美味しくいただきます。うん、ネルちゃん。死ぬ前に死ぬなら。あ、ジョン・ベネディクトさんありがとうね、カウント。はい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 。ネルちゃん。キッチンのゴミ箱空にしに行くね。キッチンのゴミ箱はどこかいね。下行くね、下。お、はいはい、はいはい。真っ暗じゃねえ、何も見えんねえ。はい、直っちょるね。誰が言ったね。あ、直っちょるね。じゃあキッチンのゴミ出し行けるんじゃない。これじゃね。はい、はい。ミーティングルームのゴミ箱を空にする。展望デッキ、通気口掃除。あ、ミスタージョン・ベネディクト、センキュー。おい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 、矢印の方向行くね。おい、見た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 見
何暗室みたいなところ。ああ。メインホールの暗室。あそこでアムちゃんがお亡くなりになってました。埋めたくなって発見されたと。発見されました。メインホールのところですよね。うん。通りに。なって、うん、やりに行こうかなと思って上に上がってったら階段を上った後に入りすぎて部屋の中入ったら空前と死んでたのでよくあるやつ、うん、なるほど。私その前がシャワー室からメインホール通って電気室とかの流れで多分動いてるんですけど、その時に一応カペル君は見かけたのは覚えてる、うんうん、シアシアを見かけてる。シャワー室の中をうろうろ、私がタオルと格闘してる時にはシアシアとカペル君とあとユリッペさんも近くを通った気がします、うん、ただその発見したのはタオル格闘してからしばらくしてからなので、いつ死んでるかわかんない、いつ死んだかがちょっとうまいわかんないですね。バイタル見たんですよ、なんかリアクターのサボが鳴る前とかに、はい、その時は死んでなかったんで、はい、多分リアクター中ってことじゃ中か、リアクターちょっと手前かリアクター中かくらいかな、うんうん、なるほどね。キルしてすぐサボタージュ鳴らしたかサボタージュ中にやってるかだと思います。なるほどね。うちにはさっぱりじゃねえ。たのは多分僕とユリッペさんかな。あ、そうです。右側ユリッペです。うん。結構すぐ止まりましたね。着いたら。はい。リュウナさん全然喋っちゃらんね。あ、時間が。確かに。確かに。お願いします。誰か遅っか。見てないんだよな。分かんない。誰遅いんで誰か。誰遅い？遅い？じゃあよろしくお願いします。キッチンじゃね？むーいちゃん。はい。よいしょよいしょ。ほいじゃほいじゃ。あ、照明直せるねすぐ。はい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 。今終わったのユリペさんじゃね。展望デッキの通風コース。おい。見えた見えた。見えた見えた。はい。覚えた。あ、ヘイストラさんありがとうね。はい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 。ユナさん、あたし、あ、しゃべる。あむいちゃん。大丈夫？大丈夫かな？マジ大丈夫じゃね？喋っちゃるよね？うん。うん。フィガしてる。はい。ルナさん大丈夫？あ、大丈夫ですよ。あ、大丈夫大丈夫。ルナさんは誰と会ったとか、最後どこいたよとか。前のキル、今のアムさんの時のやつは、最初アーカイブ付近では行って、アーカイブ。でそこで、うん、そうですね。で、その時アルさんとアムさんが下下っていくのを見て、でその後ずっとも貨物ですね、金庫でずっとしてます。うん、僕もそこは会いました。あれがよく分かってなくて金庫が、ああってなるとアルス君の投稿、僕はねリアクターなんだっけ、アムさんとはねはぐれちゃったんだよマジで、アーカイブ過ぎたあたりで。でそっからの動向が読めなくて、アムさんと一緒に行って白置きやとかって思って動いてたら見失い、リアクターなり止めに行って、で今こんな感じ、アムさん死んでる、俺の白置きどこ行ったって状態。えたずっとアルスさんアムさんと行動してますもんね。そう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 、え、アルスさん、え、怪しいね。え、逆なんで、俺がここでアムさん殺しちゃうと疑われるデメリットしかないんで。ないの？うん。そう。ないね。だ、僕がムイちゃんに例えばムイちゃんは白だよねって言ってるのに僕を殺すみたいな、そういう話。そう。ムイちゃんはしないよねっていう。いや、うちをやるね。そうちをやるね。なんで？逆張り。うん。あえてするね。混乱させるね。うん。なんかどうなんだ。誰でも。いけそうな感じ。
か、うん、誰も行けなさそうなのか、位置が秀逸だよね、うん、でもリュナさんがアーカイブとカモフィテ室であの通風口とつながってるのすごい気になるね。ラウンジから来たのかな、あます、ね、うん、確かに時間がどうしますか、どっちがスキップじゃね、わからんねこれ、一旦スキップですね、はい、誰も私混乱を引き起こしたので押します。面白くない、面白くなってきた。誰も追放されんかった、はい、よいしょ、ミュートにして、じゃああれじゃね、エンジンルーム行くね、はい、ミーティングルームのゴミ箱空にしに行くね。カペルさん今すれ違ったけど、カペルさんもあんまり喋っておらんね、うちもね、喋っちゃおらんから犯人みたいなもんなんじゃけど、うん、うちはもう、あれね、片っ端からやるね。はい、これじゃね。はい、はい、はい。おい、およ?ゴミ捨てさせてね。はい。脇場所を間違えてすごい遠回りをしました。はい、どうしましょう。え、なに?ミス?さっきの話の続き?あ、さっきの話の続きね、続きから、うん、なんかゆりぺさんが言ったそうな感じのあれがあったけど、うん、最後言っても言わなくてもどっちでもいいかなって思ったんですけど、一応アルスさんがリアクターをすぐ直されてたので、キルの時間帯的に結構厳しいのかなって思ってます。うーん、そうっすね、僕はミーティングコミュニケーション一番上のところから降りてきたからすぐだったっていうだけなんだけど、一応私もその電気室からメインホール上がってシャワー行って右のリアクターの直しに行ったんですけど、その時電気室でメインから降りてくるカペル君と会って、そうですね、でうちもすれ違ったね、メイン入ったら、まあ、別にレポートとかは引かなかったんで、うんうん、うんという感じですね。じゃカペシ的には止めに行かなかったって感じか。誰が止めにやるの精神。電気室で先にこの羽根さんと会って、でその後ユリッペさんと会って、うん、で自分はそのリアクター鳴った後セキュリティルームで監視カメラをなんかチラッと見てたんだけど。なるほど。ユリティルーム。はい。特に何もなかったんだよな、うん、その時系列って本当に合ってますかね、うん、この母さんが先に会って次にリッペに会うっていう、うん、姉さん的には姉さんが先に左に行ったような気がしたんだけど、セキュリティの方ってこと、うん、なんか自分の先を、あー行ってない、セキュリティの方は行ってない、電気室でもあったよね、電気室であった、そんなすぐ戻ったってこと、鳴ったから戻った、鳴ったから、あセキュリティが鳴ったからってことでしょ、セキュリティじゃないよ、そうそうそ う, そうあれが、あ時間がない、時間がない、うーん、まあ位置的にカペル君はだいぶ今怪しめで見たってもいいかもね、灰色くらいで、じゃあ灰色くらい、あ、先っぽいな。なぜ？なぜ？何もしてないのに。何もしてないよ、リュナさん。メインホール。宿職者前中路。展望デッキの通風口掃除やったね。はい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 。アルスさん。アルスさんもちょっと気になるね。はいはい。はいはい。あ、治ったね。あ、ピザが捨てちゃうね。誰にこんなもったいないことしたの。はい。ゆきとさん、カペルさん。なんであの二人。カペルさん。
衝突合否を回避。60755はい、あれ60755はい、はい、おい、このハニーさん、だよ。キッチンの左側の展望デッキのめっちゃ先っちょで見つけました。うん、キッチンあそこか、はいはいはい、了解です。キッチンです。で、発見までに発見の30秒前くらいにアドミン見てた時は、うんうん、エンジン1、バイタルが2で、キッチンが2、展望1みたいな感じで、そう、下へ回りに死体と、まあ、2人みたいな感じで、で、実際にそのメイン通ってバイタルの方に行ったら、リュナさんとアルシさんがいたので、この2人は絶対にできないかなって思ってます。そうですね。で、バイタル言うと、緊急始まってたタイミングで死んでるので、おお、なのでそこで確認した時にちょうどユリッペさんも来たんで、そうですね、ユリッペさんも問題ないですね、完全に、うん、自分もコクピットで鳴った時に見てたけど、コクピット、展望に2人重なってたのと、あとミーティングに1人いたの、あ、うちじゃね、うちで、あとは誰？シアシア。ゆきくんはでも直してたよ。うん。むいちゃんと一緒に。昇降機行っちゃったよね。左にむいちゃんがいた。昇降機いた。でも。じゃあ、むいちゃんのことをカペルくんから多分白出ししてる状態なのかな。うちは宿舎前通路でカペルさんとすれ違った気がするね。いや、それは自分じゃないな。違うの？あ、エンジンルームじゃったかな、うん、エンジンルームじゃったかな、あ、エンジンルームでユリッペ、そのコクピットから出てくるムイちゃんとユリッペさん、あってるかな、うん、うちコクピット、うん、いや、宿舎通信室の下の通路かね。多分なんだけど、もゆきとくんかカペルくんのどっちかかなって思ってかなって思う、うんうん、俺2人が一旦ちょっとスキップでボタン押しちゃう、押しちゃう、ちょう僕押せないんで誰かそうです、誰だろう、誰押せる、あ、じゃあ私行きます、お願いします。ねえ、ヘイストラさんね、これ修理難しいね。宿舎前通路行くで、アイン。セキュリティルームのテープ巻き戻すっていうのがあるね。おいおいおい。はいはい。緊急会議。おい。はい。はい。これって、ボタン残ってのって、あとどなたでしたっけ？うちが残っちゃるね。僕も残ってますよ。あ、じゃあ釣っちゃってもいいんじゃないですかね。釣りますか。釣り&ローラー、うん、まあまあ、釣り&ローラーかなー、まあ、グレーっぽいから、そうね、しょうがない、うん、ね、白が出てるから、うん、そうだね。レナさんはどっちから釣りたいとかありますか？いや、どっちも動向一回も見てないもんでそうですね、合ってないんですよ、合ってない、どちらとも、うん、じゃあむいちゃんはどっちから、うん、うちはね、カペルさん何回かすれ違っちゃって、あれ下でもすれ違ったのに上ですれ違ったねみたいな、なんかあって、うん、ちょっと気になるんよ、うん、あれカペルさんさっき下ですれ違ったにって思って、うちはちょっとカペルさんかね。おお、なるほど。アルス君はどっち？僕もカペル君動向が分かんないっていうのがあって、ユキ君はまあ、リアクターを直してて、まあ、こっちの貨物昇降機か、右の方に来てたから、真ん中通って。うんうん、まあ、まあ、そう、そう、いたんだろうけれど、まあ、そこを考えると、うん、まあ、で、カペル君になるんじゃないかなとは
まあ、状況判断だけど思うかな、うん、なるほどね。うん、ね、パパペはカペル君がアドミンの情報を出してたのがまあみちゃんに白出ししてるし自ら丸いか首を絞めるようなことをしてるあたりが白目かなと思ってて、うん、ああなるほど、うんうんうん、確かにそれもある。ゆきとくんよりかなとは思ってたけどどっちでもいいんでカペルくんからでも。まあそうっすね、まあ、僕はカペルくんに入れざるを得ないから、まあ、俺的にはシヤシヤここは対抗してるから仕方ないね。しょうがないね。うん、お疲れ様でした。すぐ行くよ、いざさらば、すぐ頑張って勝つ。でも、笑わなかった時が怖いけど。はい、ね、すごい。これで事件を悪く解決するといいんだけどね。とメインホール行くね。およ。はい。3、5、9、1、3、あ、ヘイストラさんありがとうね。3、3、0、7、5、0、はい、3、はい、お、およ、え、アルスさんとユキトさんじゃったの。食べてない。そうだよ。実は一回も食ってない。全部僕の発酵じゃん。そうだよ。そうね、もう終わったね。私死んだって言ったのに一番最初に吊るされるんだから。いやもうちょっと怪しすぎ。そう怪しかったって言われたけど、僕はもう完全にうろうろしすぎだ。完全に白置き行こうと思って、もう。頑張ったよ、白置きに。頑張ってたね。徹底してた。騙されたー。騙された。うちなんか、あだちょっとね、やっぱり。変じゃったね、やっぱり。うん。いや、本当にね、画面バグったりさー。いや、でもこれバグ多いからね。あ、茶色になっちゃったのか。じゃあ私の平和光さんね、アルスさん上手じゃったね。最初に吊るされるのって結構心にくるよ。可愛いな。え、カレティの死体はその何？寝れちゃう重なってた。白いから白い。重なってたんだよ。で、私見えてなかったから。どっちか殺せればいいやって感じだったから。ダメだ。服も白いわ。ユキ君の場合どうだったのあれ？ユキティに殺されて私が。でその後にネルちゃんが多分気づかずに、ね、ネルちゃん冤罪じゃったね。気づかずに携帯の電話探し始めたの。だって素人だよ。あの素人だよ。もう光るから素人だよ。でも右下のところを見てた方がいい。右下のところ。おもろいけどめっちゃおもろいけど配信的に面白かったで、ね、それそれをユリッペさんに見られてみたいなってこと。そうタイミングがね勝ち合いすぎてた。ああすごいね。ネルちゃんだと思ったなんかね、うん、そうカルティと左側行って、うん、なんかなんかセキュリティかなんかすれ違ってあれ一人なんだって思って、うんうん、でいやそうなんかコクピット行ったら展望デッキに二人かなんかいてでなんかユリッペさんの後てかなんかん展望デッキ見たら動かないのがあってあこれ死んでるなって思って行ったらユリッペさんも一緒に行っててでユリッペさん展望デッキ鳴らしてみたいななんかもう慌てて押した風にしか見えないよね、そう見ると。そうそうそう。いや、だから私、あ、死ねって思って、これ押さないとダメだなって思ったら、ちょうど降りてきたんだよ。だから偶然に偶然が重なって、白に、黒に見えたね。あ、押さないとダメだって思って、押したら、上にちらって見えたんだよ。もういいやって思って。ダメ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 意外とね必死に訴えたらね同情してくれるかみんなうん、うん、いや私言ったもんキラじゃないって言ったも私言ったもんごめんごめんじゃあのごめんねるねるをすることを言ったこの葉のせいだよやめろこれはゲームが崩壊する、うん
ヘルネル許してごめんねごめんね。私から見たらカルティとネルネルの血は喧嘩にしか見えなかった私もね軽く殴っちゃったのが良くなかったかもしれないけどね。そうね、いやこれはもう全てシアの雪とのせいにすればよいのでは。そうなんです。思います。食ってない食ってない食ってないよ初心者。食ってないよ。ユキさ最初さ私にロックをしてたでしょ。ずっとそれ右までいたよ。あんな奥畑とか入ったらそらやるよね。え死んでると思って。シャワー室までずっと追いかけてくんのよ。ストーカーじゃねストーカーじゃねそれ。時間的に大丈夫これ。そろそろ行く。行こうか。よし、じゃあ行きます。よろしくお願いします。はい、うち今度茶色じゃね。はい、よろしくお願いします。はい、優しい村じゃね。二人おるね、二人。はい、じゃあメインホール行くね。はい。ミーティングルーム。まずはミーティングルーム。ID カード打ちに行くね。はい、はい、はい。あ。エンジンルームなんか直せる。おい、おい。あ、和光さんありがとう。頑張るよ。なんか最初は押した方がいいって言ってる。ナイス。そうなんだ。ナイス。はい。あ、もうちょっと迷子になっちゃうね。うん。みんな元気だ。あれ？シャルちゃん生きとる？生きてるよ。警察今回は働くからね。警察一緒パン死んでっか。でもホラー映画じゃね。みんなの可能性があるから。そうだね。警察イコール排除の可能性があるからね。警察という権力にちょっとあの溺れてしまった。内容で。やめて。やつはキラーかもしれない。なんか2を向けるのやめて。頑張りましょう。はい。はーい。穏やかにね、進みたいけどね。はいはい。あ、シャルちゃんじゃあ、アルスさんもおるね。コーチは何もないね。シャワー室。あ、シャワー室直すのあるか？何直すね。あ、これじゃね？はい。治ったね。はーい。おいおいおい。おい、ショルちゃん？何しょるね？あ、このお姉さんじゃ。あ、ネルちゃんじゃ。ここは大丈夫じゃね？ね、すごいな、殴って治ったね、シャワー。展望デッキ、通風口。はい。みんなが治してくれるね、きっと。はい、はい、はい。診察室は確かの下のルートじゃったね。およっ。やられてんねー、はい、やられてんねー。この羽根さんとカペルカペルさん、ね、ちょっと待って、地図見るからちょっと待ってね。ちょっと待って。2人もはい、ね、アーカイブとシャワー室の間アーカイブとシャワー、なんかこの広がってるとこ。ああ、なるほど。誰がいた？ちょっとお姉さんだ。あ、姉さんか。だからオレンジだった気がするから、うん、姉さんだ。まあ、色似てんだよな。似てねえか。なるほど。なるほど。通路で誰を見かけたか全然覚えてないんだけど、お姉ちゃんと。あ、うちすれ違ったね、ねるちゃんと。すれ違ったね。あともう一人すれ違ったんだけど。シャルちゃん、シャルちゃん。え、シャルちゃん。シャルちゃんどこで見たの？喋っていい？
はい、私は、あ、今の時系列聞くと、コモちゃんが探したアーカイブの間にいたって聞いたから、その前私そこ通ったのよ。シャワー室のタスク終わって、その後アーカイブで、アーカイブ1個拾った後に、サボタージュ発動したから、リアクターの右側の方に行くところで、カルルンと出会って、降りたところで、うん、出会ったんだけど、シャワー室からアーカイブ行くときにはコモちゃんいなかったから、かなり近いタイミングかなって思って、私も被疑者になっちゃうけど、カルルは、そのタイミングではコノちゃんやれてないはず。うん、で、アーカイブから動いてない。うん、そう、その辺にいたから。うちはシャワー室でじっとしとる、あの、シャルちゃん見たけん、あれね、タスクしちゃったんで。うん、そう、その時に、シャワー室からアーカイブ行く前にシャワー室で見かけたのは、ムイちゃんだけだったかな。うん。なるほど。うん、私もすれ違ったとか。うん、うちメインホール通りよったけんね。他の人は？あ、喋りたい。はい。はい。僕遅っか。時間なかったら遅いよ。確かに。なかったら。なかった。で、最後アドミン一瞬だけ見て、キッチンの左下の展望デッキに一人とコックピットに一人いたのが誰だろうって思ってました。うん、あ、うち展望におりました。排気口を直しちゃったよ。そこ掃除しちゃったね。あ、なるほど。もかおせ。コックピットは誰？もかおそう。もかおそう。はーい、会議じゃね、もう一回。もう一回。美味しいお肉食べられてしまうね。エンジンルーム。はい。すぐにまた会議が始まると思うね。はいはい。ちょうど良いね。ID カード入力できるね。はい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 。偉い。偉い。偉いって自分に言われたの。喋ろう喋ろう。今日偉いよ。はい、偉い。で、コックピットが誰？コックピット事件だっけ？事件じゃない。事件。いない？いない？いない？じゃあ最後にどの辺にいたっていう言い訳ができてない人って誰？私。あ、アムちゃんも？どうぞどうぞ。アムちゃん。あ、私貨物室で金庫が開かなくて苦戦しててぼっちでした。なるほど。でもどのタイミングその貨物室？最初からずっと貨物室にいた。マジか。めっちゃ苦戦しとるね。見えてなかっただけか。お姉ちゃんすれ違うの。私よね。お姉ちゃんすれ違ってから普通に迷子になってて、どの辺なんだろうっていう感じ。僕はね、シャワー室？うん。電気室から診察通って。で貨物ラウンジアーカイブでっていう順番でなったので行きました。なったタイミングが電気室、僕はの診察室側にいて、そっから貨物通ってったけど、貨物のさタスクってどこら辺なの？僕完全に真ん中ぐらい通ってったんだけど、右下の端っこ。じゃあ見えねえわ。じゃあ見えねえわ。あとはねるねるか。違った言った。ねるねる迷子か。ねるちゃん怪しいね。千鳥足で歩いてる。ゆなさんは。自分は緊急なった時は武器庫にの上の方にいて、でそこからなってそのまっすぐも初号機まで行ってます。うん、でパネル触るとまで行ってて誰ともすれ違ってないんですよねそこで。え、カルトさんがいたって言ったのはどっちだったっけ？初号機。カルルはアーカイブにいた。アーカイブよりか。私目線だとカルルンはほぼほぼ白で、ムイちゃんにはごめんだけど、ムイちゃんがちょっと怪しい。シャワー室。なんでうちピザ片付けちょっただけに、ピザとボール、テニスボール片付けちょっただけに。まあ。タイム的にお姉ちゃんとすれ違うと思う、その辺かな。はい、どうしよう、押す？はい。いや、そんないいやろ。まあいいか。進めるか。進めよ。進めよ。はい。進めよ。メインホール行くね。はい。
電気室、電気室。ねえ、そう、うちら。あれはちょっと来ちゃないね、来ちゃないね。あ、シャルちゃんがおるね、シャルちゃん。はい。うちのカード、あ、家族写真。レシートまで封筒、お財布に入っちゃるね。ちゃんと捨てんといけんね、レシート。はい、はい、はい、はい。はい、オッケーじゃねえ。あ、ゆりっぺさんじゃねえ。ゆりっぺさんもカードの入力しに来たんじゃね。ラウンジの、はい。はい、ちょっと今シャワー浴びてたんですけど、すいません。トンカチで叩いちゃったんだろ。すいません、ちょっとシャワー浴びてました。今景色を楽しんでたんですけど。うちはお財布のレシート捨てちゃったね。はい、で、捨ててないですね。さっきの話、整理整頓すると、はい、なんか最終位置が、うん、コックピットにリッペ、左下の展望デッキにむいちゃん、うん、みちゃんいる。で、死体の位置がシャワー室の上の方、うん、で、うん、アーカイブとの間ね。アーカイブの中に奥の方にカルトさん、アーカイブの中にカルトさんを見てる、どなたでしたっけ。カルトさん、私、シャルト警察です。カルトさんがカルトさんのことを見てる、うん、で、ネルちゃんがドカ迷子で、あれだけどお姉ちゃんとすれ違ったかなって。メインホールの時よね、最初の、うん、だから多分シャワー室じゃない、シャワー室から出てきたのかなっていう感じかな、うん、で、アムスさんがずっと貨物室の金庫タスク、うん、で、アルス君がなんか金庫通ったよみたいな。そうじゃね、電気診察、完全右曲がりです、うん、右回りで出ます。シャルちゃん、なんかの昇降機のところの排気口ずっと突っ立っちゃったけど、何しちゃったの。誰シャルちゃんが昇降機の前、今日さっきミーティングのはしご登る前にシャルちゃんがね、排気口のところに立っちゃったから、うん、リフト待っちゃったの。そう、排気口のタスクがあるんですか。 あれもお掃除、あそこも汚れちゃうね。うん、うん、汚れちゃうじゃない、大丈夫。うん、うちと同じじゃね、ごめん、見間違いじゃね。大丈夫よ、うん、ユナさんが武器庫だっけ。ユナさんが武器庫から最後そのリアクターの左側、左の方だ、昇降機の左側にいたんだよね。うん、うん、まあ、状況証拠的にムイちゃんが一番怪しいっちゃ怪しいけどね。なんでね、なんでね、なんでね。うちはお財布のレシート捨てちょっただけじゃねえ。これはどうしたらいいの、スキップ、スキップかな、私は。スキップですね、うん、まあ、気をつけようって感じです、うん、グレー目で見ようね、はい、いけんね、疑われちょるね。お仕事してみんなの信頼取り戻さんといけんね。エンジンルーム、はい、カルちゃん、ねえ、ねるね、ねるちゃんがね、安定の迷子じゃね。シャワー室の配線、シャワー室の配線、ふんふんふん、確かこっちじゃったよね。これじゃないね、配線。あれ？配線の修理。どこにあるね？ヘイストラさんに教えてもらった？あ、ないね。メインホール。はい。ネルちゃんとすれ違ったね。うん、黒くなっちゃるね。あれ？あ、過ぎちゃるね。通り過ぎちゃるね。はいはい。これ？ここじゃよね。およ？あ、シャワーの左上？あ、リュナさんじゃ。
ここじゃね。ああ、ありがとね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。ユナさんはなんであそこにおるね。衝突攻撃の回避じゃね。あ、ユナさん早いね。あ、じゃあうち、こっち行けるね。はい。お、え？死んどるやん。シャルド警察死んどる。はい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 、はいはい、今の緊急やるとき、私金庫室にいて、金庫室で最後ユリッペさん見てます。金庫室、金庫室、金庫室のってことは左か。うん、で見て、でその後私が金庫室のタスクわからんと思って宿舎前通路に行こうとした時にはユリッペさんすでにいなくて、私はその後ユリッペさん見てないんだけど、その後緊急が鳴って緊急そのまままっすぐやりに行ったから、その間にやられてる。ちなみにさっきの緊急直したの誰？はい、多分リナさん、リナさん直しに行ったね。リナさんとアムちゃんが。じゃあさ、昇降機のあの移動できるやつあるじゃん、あれ乗ってたの誰？うちです。うちが乗っちゃったね。ちゃんが右から左に。そう、リナさんが直しちゃったから向こう側行くねって思ったら直ったね。もうそう、私が直してたから。なるほど。先にいたので眺めてました。あ、シャルちゃんはどこで見つかったの？シャルちゃんはね、シャワー室のあたり。シャワー室の、え、ネルちゃんとすれ違ったね。いたん。そうだね。私最初、あ、最後でいい、真ん中らへん。メインホールじゃね、みたいな。うん、うん、え、最後どこらへんにいたの？いや、うちがシャワー室で配線のあの修理もたついとるときにすれ違ったね。うん。アルス君は？僕が誰とも会わずに最後アブさんと会った。え、で、じゃあ、サルちゃんどこで死んでたの？サルディはあれあれ、あのシャワー室のあたり。中か。ちなみに僕、シャワー室は今回一回も行ってない。私もね、誰とも会ってないんだよ。いや、うちと終わったね。僕はね、セキュリティ展望デッキの方でゆきくんと会った後にセキュリティを通って電気室で、うん、セキュリティのところでエマージェンシーが発動したので、そのまま電気室通って左側から行こうと思って、エンジンルーム通って昇降機っていう流れでアムさんと会った。うん、真ん中を縫っていったんじゃね。うん、そうで、真ん中行こうと思ったけど行けなかったから降りて右側行こうとしたところで終わった。あ、どうしよう、押す、これ押した方がいい。誰か押せる？押せたっけ自分。僕押せないから誰か来てほしい。あ、押せば。あ、じゃあうち行くね。うち行くね。じゃあうちよろしく。はい。アーカイブ、キッチンからの方が近いかね。はい。ミーティング行くね。みんなで会議するよ。はいはいはい。みんなでね、お話しするのやっぱり楽しいね。はいはいはい。ね、誰が犯人なんじゃろ、全然わからんね。はい。緊急会議じゃ。あ、ほんとね。はい。落ちたよ。今ので若干私は絞った方が早い。いや、言わんでいいか、まだ。まだ言わんでいいか。どういうこと？言おうよ、言おうよ。言った方がいいよ。いや、みんなの考え聞きたいな。誰が一番怪しいか、今。うちはねるちゃんが怪しいと思うね。あー、ねるちゃんね。私は普通にお姉ちゃんだと思うけど。まあこの二人は兄弟喧嘩ということで。そこは対等だからね。皆さん今回一人なの？基本は一人だけど。うん。誰か一緒にいたりとかある？さっきの時だと昇降機使ったの誰でしたっけ？昇降機使ったの僕。あ？いや、あの右から左にいた人。正面。うん、うちじゃね、うちじゃね。あの、リュナさんの後って、リュナさんが先に下に降りて直しに行ったけ、
申し訳ないんだけど、ね、無意さんなんでね、私の体と。なるほどね。ずっとシャワーの中にいたもんで。そうそうそう、まごついちゃったんよ、すごい。左上の配線直す場所がわからんくって、トンカチで直すところのシャワーヘッドのことかと勘違いして、黄色い枠が出ん、黄色い枠が出んってわたわたしとって、ね、コメントの人に教えてもらって、配線直しとるところを、レナさんがじっと見ちょったの、見たね。なるほどね。うん、ユキティは、どの辺に、なんか、最近一人なん？どう最近。もう最近とりあえず、早めに行こう、早めに行こう。シャルティ発見したから、どうだっけ、うん、結局シャワー室に行かって行った時に、シャルティ見つけて通報したっていう感じ？一人だったね、最終は。私的にもうこの二人に絞りてーと思ってるん、うん、いや、まあ、ネルちゃんはね、わからんけど。ネルちゃんはちょっと、コロールが過ぎるからわからんが。いや、ちょっと、ネルちゃんはね、メタになるけど、ちょっと違うかなって見てるんだけど、うん、はい、ユキちゃん、まあ、私は今、ユキちゃんとリナさんかなって思ってます。ユキとリナさんか、僕目線はムイちゃんだっけは思うけど、アルスさん嫌い嫌い。さっき私ボタンを押すときに、やり方わかんなかなんかいたときに、なるほどね、でボタンを押せばいいのに殺してこなかったっていうだけで隠しろではないでーす。これはグレー、はい、これはグレーだな。わからんな、誰か押すか押すか、押さないとまずいな。押しに行きます。キッチン行くね。はい。ラウンジのトイレ掃除？あ、上の方にあるね。とにかくタスクをこなすね、タスクを。あ、アムちゃんじゃね。トイレ、トイレ。トイレ、おトイレどこじゃねえか、じゃね、多分みんなが直してくれるね。ここじゃないね。はい。あ、殺されるかと思った、はい、危なかったね。危なかった。ユキティに殺されるかと思った。冤罪じゃ冤罪。まあでも正直押したけどよくわからんし、マジで人に会ってないんだよな。今、まあ、むいちゃん何しに行ったの？うちはね、メインホールのね、おトイレの掃除してトイレ探しちゃったね。ああ、なるほど。いや、緊急というか、なんかあれ、ミーティングルームのボタンを押しに行こうと思って、まあ、一番メインホールからエンジンルーム行くときに、むいちゃんが逆走してたから、押しに行かないのと思ってしまったけど。いや、うちも押したもんじゃって。ああ、そういうこと。あ、会議のボタン。うん、押せんから、とりあえずタスクこなして、みんなの信用を取り戻さんといけんねと思って。なるほど。うん、タスクどれくらい残ってる？うちいっぱい残っちゃる。マジ全然残ってる。一つ的に感じるというか、僕もなんかちょっとリュナさん動きがだいぶ怪しくなったなっていうのは今の一瞬で。ああ、あれ。うん。あれはなんかだいぶ怪しめな動きされてたので。なるほど。まあ、今回そろそろ誰か釣った方がいい系？いや、まだ。いや、まあ分からんけど。でもなんかね、いや、釣んないとまずい、でもこれ、一人は。いや、でもダブルキルで死なないからなと、ちょっと思っちゃう系でもある。いや、でも時間差で殺されちゃうとまずいから、アンパイ取りに行くなら誰か釣った方がいい。じゃあみんな黒い人を一人あげようぜ。あ、なるほど。うちは今の話聞いてると、ユキトさんとリュナさんじゃない？じゃあ、お姉ちゃんかな。一人でいいよ。お姉ちゃん。リュナさん。僕もリュナさんかな、ちょっと黒いね。うん、両方合ってないからな、ちょっと任せたいとこでは。うん、両方合ってないから、ちょっと任せたいんだな、そこ。じゃあ、うちリュナさん入れるね。出せないのは黒いぞ。誰も黒じゃないと。その2人は会ってないからさ、他の人だって言うんだったらまだあれだけど、その2人、うん、会ってないんだけど、アーカイブから鳴らそうっていうタイミングでラウンジの方に降りてったんだよね、リュナさんが。じゃ
ルナさんにしようかな。うん、いやー、申し訳ないな。ごめんな。ごめんな。あとはなんかムイちゃんかなって感じですけど、本当に。まあでもこのリュナさんじゃなかった時、うちじゃないもん。ね、いやいやいや。どうしたら終わったもんね。そうね。リュナさん、リュナさん。はい。メインホール。はい。おトイレ、おトイレ探すね。はいはい。おトイレどこじゃね？はい。はい。つないで、つないで。できたね。とにかくあれじゃね、矢印のところ。おトイレあったね。はい。はい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 、おつまり取れたね。はい、ハムちゃん直しちょるね。うちはファイン直しに行くね。あ、寝るちゃおるね。ゼロ。あ！やっぱいいよ。いや、もっともあれだな、寝るちゃんを初心者枠として扱うのはやめよ。いや、それは賛成。発言がトロープなのよ、もう本当に。いや、うん、え、まあ、知らないよな。ゆきとさんと、ゆきとさんとねるちゃんじゃったってこと？犯人。そうだね。あ、白いちごさん来た。あ、いらっしゃい。いらっしゃい。こんばんは。こんばんは。来た。本当だ。スワン。いや。よかった。最後そうそう、あの2人殺したら終わるよっていうのをちゃんとねるねるが聞いてるかなってちょっとずっと待った。いやー、でよかったなー、しくったね。いやでも、ま、どっちかなんだよ本当に。迷子になりすぎてどこにみんないるのかが全然わかんなくて最後お姉ちゃんが近づいてきてくれたから、うん、ねるちゃん直しちゃるねって、一緒に協力して直すねって言ったら首跳ねられたね。すごいショックじゃったね。ショックかわいい。先生、でもシャルちゃん殺したときにシアシアがボタン押すの早かったなって思ってちょっと焦った。いやでもね、やっぱねユキティね怪しかったよ本当。シアシアはねジョージ怪しい、正直。うん、ジョージはね、ないよと。いやリュナさんごめんね本当。うん、ね、和光さんねすごいびっくりしたよ、自分ヒット超えてたね。怖かったマジで。でも最初の時のコックピットに一人いますかってやつ誰でしたか？うん、あれは自分ですね。あ、カペルさんじゃったんじゃね。あの下にダウンロードのところで、シアシアに殺されてたから、うん、多分上の方を見に行ったら、コックピットだけ見に行ったら気づかなかった。なるほどね。うん、GG じゃね、本人。シャルシャルがみんな通り過ぎて行った時に瞬殺して、で私廊下のとこ慌てて行って行ったんだけど、うん、シアシアが瞬間的に見つけて押すからちょっとテンパってみんなそこいないいないとか思いながら2人ともいたもん。そう通り際に首跳ねられたわよ。じゃあ自白しちゃったんじゃね。うん、なかなかねあれをスルーはできんのよ。あ、アコースありがとね。いやだから序盤のねその自分が死んだあたりのなんかユリッペさんが会議をしてなそのコクピットの最後のその一人が誰かわかんないんだけどみんなが話して話題がそれていくのがなんかちょっと面白かった。ね、話一向に進まんなって思いながら。あれじゃない、なんだっけ、こうな投票タイム残していいぞ。まあいいかもしれないし、時と場合による。うん、
なんか、うん、でも回数的にはまだ残ってるんだよね。うん、うん、残ってるけどねって感じだね。あとあのタスク、タスク大丈夫、みんな終わりそう、タスク終わった、終わらんかったね。トイレでガボガボしちゃったね。うん、幽霊になるからサクサクよ、タスク。もう、ね、ごめんなさい、ごめんなさい。もうやりかけのタイミングで会議が始まってしまうからマジで一個も進まない。そうそうそう、アムちゃんと一緒じゃね、うちも。うん、次のタスクが分からん、まずはマップを見るところからと思って、じゃあここって決めて始めた瞬間に始まる会議みたいなのを延々から。そう、シャワーの近くにトイレない、トイレないとか言ってトイレずっと探しちゃったね。もうインポスターは嫌です。ちょっとクルーでそろそろお願いします。どうしましょうか。前回のリハーサルのうちみたいになっちゃうね、ゆきとさん。じゃあショートタスクを1個減らして、さっきと変わって、はい、インポスター1人増やそうと思ってるんですよね。ああ、なるほどね。で12人参道にして、うん、インポスターは嫌だ、インポスターは嫌だ、嫌だ、グリピン、嫌だ。インポスターかどうかは分からないけど、とりあえずユキティを釣っておけばどうにかなるのではっていう。私もそう思います。それはありっきり、ありきり。最初の集合で、最初の集合で、白さんよろしくね。信頼の実績のね、インポスターだからね。なんか分からないけど、あのシャルシャルが残ってたら、あれこれってインポスターじゃねって思う可能性はある。早く死にすぎてね、私はね。そうあれ殺されてないな、もしかしてってなる。警察やめようかな、もう。シャルシャル警察はダメだよ。警察はね、狙われるから。何も仕事してない。アムちゃんと一緒に走るね。はい。そうね、うちはとにかくあのタスクの場所とかね、地図を早く頭に入れんといけんね。難しいよね。それわかる、わかる。つらい、つらい、つらい。わかる、わかる。つらい、つらい、つらい。よいしょ。よいしょ。そう、清掃許されないか。それと清掃許されないか。同じ制服着てるじゃない。やめよ。終わったな。あんたもコメラにいたよね、ソウ君。あ、うちにいて、うちにいて、うちにいて。所定アルシアの脅威とか謎のこと言ってて。シャルシャル、シャルシャル。シロさんいらっしゃいね。ゆっくり見てってね。最初にねるねる食べてやる。予告、犯行予告出たけど今、犯行予告。よし。ってことは最初にねるねるが死んだら、あ、シロイチゴさん。いらっしゃい。いらっしゃい。ちょっと待ってね、声上げる。戻りました、よろしくお願いします。おかえりなさい。あ、どうしよう、やばい、カルティじゃない、シャルティがまた下の段に行っちゃった。私の配信画面 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 OK、 またしよう。うん、カルルも警察だ。そうだよ、あ、2人はプリキュア並みの警察やるわ。現在がすごそうじゃね。ヒロイチゴさんの軽い紹介。部屋に入ってもらってにしようかな、お願いします。あと軽い紹介も。寮の会社もらって。了解です。ちょっと。ララ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 ラコールがあるの。あいのえないの。え、私基本的に曲に対して常に合いの手を入れる癖を持っているから。なんかやばいな。ツイッターで言ってたりする。お昼頃テンションかなり上がる気な顔をする。そう。あったたち面白いことやるんですね。あ、白いちごさんいらっしゃい。いらっしゃい。まあちょっとね。
一回中入る？時間大丈夫？あ、色は右のハットがあるところ。ここからまだ大丈夫かな。まあ解散したら、なんか2、3分ぐらいだっけ、あれ。ここ立ってる気がするけど。うん。一応ゲームルールちょっと変わってます。はい、了解です。はい。はい、12人の3インポスターになってます。インポスターが多いので気をつけてください。はい、あとはタスクを1個減らしました。ショートタスクを1個減らしてます。でキルクルダウンをさっきは 27.5 秒だったんですけど30秒に伸ばしてます。はい、はい、議論時間は変わらず150秒にしてますね。はい、はい、了解です。じゃあ、りょうちごさん、自己紹介を軽く前に出てもらって、みんな後ろに、みんな下がって、はい、下がります。下がるんだ、下がるんだ、緊張するな、下がるんだ。カメラに映らないし、はじめまして、しろいちごです。今日はちょっと借りてきた猫状態というか、すごい緊張してるんですけど、初めての方が多いので、はい、よろしくお願いします。でよろしくお願いします。は、ゲームの配信をメインにやっております。はい、まあ、仲良くしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー、すごい来てくれて本人嬉しいね。やったでー、うん、やったでー、やったでー。白いちごさん、アモンガス結構やっちゃるの？あ、アモンガスは結構やってます。心強いね。食べられる、食べられる、食べられる。じゃあ行きますね。キロ数165に伸ばしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。3人に増えるね。はい、ミュートだ、ミュートだ。はい、ヘストラさん、3人はまた難しくなるね。うちは来るじゃね。はい、キッチン行くで。キッチンは食べ物がいっぱいあるんよ。あ、はい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 。タスクの表示が見えんね。あ、はい、はい、会議じゃね。ナイストレンジ、はい、ナイス、ナイス。ファーストボタンは俺のものだ。どうすこれ、俺だ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 。私を釣るか、私を釣るか、私を釣るか。ここかな。あ、そうか。キキ怪しいと思います。ゆきとさんに入れたんで。そう、嘘だろ。いやもう怪しいわ。生きてるもんだって。うちはスキップじゃね。一票許すけど、一票許すけど、二票じゃ入ったらちょっと後で追い詰めるからな。そういえば、全然関係ないんですけど、はい、私がいない間にこの話みんなでしてたかもしれないんですけど、さっきの、うん、試合の間、結構議論のギリギリになってスキップが入ってないことが多かったので。うん。あ。もうちょっとスキップ入れた方がいいかなって、この話思いました。そうだね。はい。つらいたるもんね。投票ね。はい。やった。若者の投票率を上げるんだ。いや、今のこの発言と、ファーストボタンで、この派は真っ白なことが証明されたな。一票真っ白だな。もしかしたらこれはブラフかもしれない。じゃあ次はうちあれじゃね、エンジンルーム行くね。で、おいでおいで、タスクはなんじゃね。あ、ミーティングルーム行くね。 ID カード、おい、はい、カード開いたね。ほいほい、ゴミ捨てるね。はいはい、ゴミ捨て完了。次はこれじゃね。6、3、5、6、8。オッケー。はい。早めに入れるといいんじゃね。わかったね。次はなんちゃったかいね。
メインホール、メインホール。金庫室、マネキンに服着せること。あ、これあるね、ここじゃね？マネキンに服着せること。あ、これじゃね。はい。これ、宇宙船の修理に関係あるんかね？はい。あ、死んじゃったか。今アーカイブで発見しました。はい、アーカイブで、そうですね、アーカイブの上です。死んじゃる、本当に上。上で、はい、アーカイブ上は上だよ、本当に真上。真上アーカイブの真上だよ。大丈夫、わかる？地図読める？うん、あ、ねるちゃんねるちゃん、うちの画面地図写しとるからね、見てね、参考にしてね。それと、私地図開かないだろ。それと、電気が止まった時に、うんうん、右側にいたのがアムさんとねるちゃんで、で、さっきアーカイブに入った時アムさんがね、いたのよ、まだ、うん、で、アムさんギリギリ多分入ってないのかわかんないんだけど、下側の方にいたから、もしかしたらそれで入ってなかったのか、やっちまってすぐバレたかの2択今。あ、で、最初、最初の電気の時も、あのアムさんとすれ違ってるのよ、電気昇降機のところで。昇降機のなんかねるちゃんがいつも迷子になるから、なんか自分のタスクやりながらねるちゃんと後追いかけようとしてて、で昇降機のところにねるちゃんだから、ねるちゃん見てて、で牛飼い来たなと思ってアーカイブの方行って、通り過ぎてラウンジのとこねるちゃんやってるから、アーカイブ戻ろうって戻ってきたら牛飼い来て、牛飼いだと思ってたら牛飼いが発見をした。エネッペ、あのアドミン見てて忘れないうちに言っちゃってもいいですか？はい、はい。キッチンの左下の展望デッキに2人いました。どなたですかね？私とカルトさんですね。はい、合ってます。エゴさんとカルトさんで、貨物室に1人いました。誰ですかね？これは死んでる人か。死んでる人かな。私じゃない、私ラウンジでトイレ掃除してます、うん、ちょっと待って、カペル君マイクミュートだけど大丈夫？本当だ、ごめん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 。ああ貨物、貨物にカペル君いたとか、貨物がシヤシヤ。貨物が、あ、じゃあ多分シヤシヤ。そうそうそう。で、自分が診察に。うん。あと金庫室にも一人います、うん。はい。うちおりました。あのマネキンに服着せちょって、宇宙船に何の関係があるんじゃろうって思ってやっておりました。時間が。アミティは常に自分のところにいてくれた。うん。もう一回押します。ボタン押すね。お願いします。はい。はい。はい。アリシンだよ。ね、画面こっちょるじゃろう。はい。エンジンルーム。はい。ユリピさんじゃね。おい、はい、入ったね。アルさん、アルさん3人おるよね。3人、怖いね。タスクしまっちょるが、照明修理する、金庫室、マネキンに服着せる。あれ、マネキンに服着せたんに、あ、ナイス、はい、ナイス。ちなみに今直したの多分僕ですね。ナイス、ナイス、はい、食べろ。さっきアドミンで出したそのシルチゴさん、カルトさんと、あれ結局貨物がユキトくんなんでしたっけ？うん、貨物は多分そう、うん、あ、そうなんだ、多分そう、そうなんだ。多分いないんだったらね、うん、で、ラウンジとかそのアーカイブとかシャワーにめっちゃ人がいてっていう感じだったんで、うんうん、金庫にいた
ちゃんとカルトさんと白いちごさんは絶対できないかなって思います、うん、あとはみんな結構周りにいたと思います、はい、ちなみにアルスさんはそのいつ死んだとかってわかるんですか、そのバイタルの方にいたって。いや僕はじゃないで、バイタルの方にいたの。バイタルは自分。あ、バイタルカペル。はい。なんか見たりしました。いや、見る前に、うん、あ、最終位置がバイタルだったってこと。そう、バイタルで見ようと思ったらなったって感じ。了解です。で、ちなみに鴨室室は自分もアーカイブからラウンジ抜けてっていう右回りで来た時に、シアシアがあの右下の金庫室あたりに流れていったのを見たから、それ2回目の停電の時。あ、来ちゃった。あ、出てた。おや。入れるのかな。入れないね。見守ってきます。はい、多分ラウンジとかあたりでわちゃわちゃしてる人たちかなって自分は怪しい、ね、ちなみにその一番最初に発言してくれた人で、なんかあの誰かが怪しいって言ってたのって、誰が怪しいって言ってたんでしたっけ。僕がアムさんを怪しいって言いましたね。灰色の紙袋が黄色いチーズを怪しいって言ってました。なるほど。アミティは私に常に横についてくれてて、別にまあでもサノリそうね、ネルちゃんとアムちゃんがタッグを組んでる可能性あるね。そこがあの繋がってたら多分そうなるのは当たり前っていうところです。でも下のどこだ、高架機の下の電気のところつけたの私だね。シャルちゃん黙っちゃるけどどうしたの。誰でも直せるっていうのもあるし、一番最初のまあいいや。ちょっと一旦一緒に行ったのが全然うん、お願いします。はい、タスク未完了じゃったからあれじゃね、戻ってしまったんじゃね。メインホール、あ、アーカイブに戻っちゃった。いけんね。押しに行くね。え、この骨さん。でも死んでる。ネルネルは落ちちゃったから。回線落ち。回線。あ、そうだそうだ、うん。オレンジのこの葉さんが亡くなってますね。のっさん、一番最初が多分メインホール脇で僕と一緒だったのは覚えてますね。そっからちょっとは分かれちゃった。どっちリッペもメインホール脇ですけど、見てないですね。あの、多分先にあれですよね、シャワー室の奥いましたよね、ユリッペさん。あ、はい、あの一番右の方の覚え芸のタスク、うん、後脇ですね、多分この葉さんは。あ、なるほど。あ、ってどこら辺で。いや、わかんない。メインどこら辺で、ボタンだからどこで死んだのかわからん。え、シャルちゃんどこいたの今。あ、ミーティングよね。一緒にボタンのところいた。そう、ボタンのクールタイム待ってて、緊急終わったらそのまま押そうと思ったんだけど、そこせなくて待ってたって感じ。え、これじゃあドンじゃない。え、なんで。え、いや、わからんけど。いや、でもあ、違う、アムちゃんもあれか、離れてたん、なんか一人だったん。今ね、ボタンとこ行ったよ。うん、今ボタンのとこ、めいちゃんと出会って、めいちゃんの後ろをかけて上がった。え、後ろにおったら気づかんかったね。でも、アルス君とユリッペさんはなんか違うっぽいし、あれ、え、ドンじゃないの。いや、自分エンジンルームで武器庫並んできたから、メインホール一切行ってない。いや、武器庫からこっちに来ようとしたのに、なんかこっちに来ないから、え、何してんだろうと思って。ちなみに停電直したのってユリッペさん、いや、白いちごさん。誰かな、白いちごさん。うん、あ、そうですそうです。そう、見てた、うん、そう、あ、まあ、分からんけどさ、でも危なくないこれ。状況的に3インポスター3人だからね。うん、カスチョラもね、めちゃめちゃ白い
うん、私も名前通り白いちごさんは白いですね。自分もね、カルティは白いと思ってて。飛び産んないで。え？違う。貨物室で一番最初ずっと金庫ぐるぐるやってたのをずっと後ろから見てたから。あ、見てたんだね。そう。じゃあ今日釣っちゃいますか。あのムイちゃんと白いちごさんとカルトさんとイリッペ以外の4人、シャルトさん、アムさん、カペル君、アルシさんの4人の中で怪しいと思う人に。誰だ？ムチはあれかね、じゃあアムちゃんに入れるね。カピル君に入れる。あ、でも姉さんがどこで死んでんのかわかんないからね。確かに。もしかしたらシャワー室で死んでた可能性もあるから。俺ではないからね。はい、気をつけてください。カペルさんじゃないね。キッチン行くね。はい。白いちごさん。一緒に頑張ろうね。はい。アルスさんが行ったね。おい。はい。はい。はい。いや、怖いなこれ。怖い。よいしょ。ワンチャン3人いたら、一人死ぬわけで。誰かわかん、何人いるかわかんないから、やだね、3人だとね。どん黄色さんかばってたのって誰さんですっけ。黄色さんかばったのはネルさんです。落ちました。あ、回線落ちた。水色のネルさんです。だからネルさんがインポスターかどうかわかんないからあれか。そう、うん、そうじゃね、うん、まあ、ここがインポスターだったらライン的に繋がってるアムさんがだいぶ怪しいんだけど、うん、確かに。でもネルさんがクルーだったらアムさんって多分絶対できないと思うんですよ。そうじゃね。うん。そうですね、うん。アムちゃんがすごいね、あのお面倒見ちゃったと思うね。ね、白だったら。それだったらネルちゃんを狙いに行けばよかった話にもなるよ。いやでもドン連れてると思うんだけどな、私。わからんけど、なんかそんな気が。うちシャルちゃんが警察してるのすごい気になるね。どうしたん？私ね、あの姿を見てないのよ。そう、白いちごさん、ゆりっぺさん、むいちゃんあたり、あるきもかな、全然姿、最初も、今までうちは白いちごさんとアルスさんとあっちおるね。うん、しいて言えば最初の時、アーカイブから、あの、ラウンジのトイレの助けやってから、シャワー室の方の助けやろうって戻った時に、いっぱい人がいるのだけは、そう見てるんだけど、うん、絞れないから、そう。的に白いちごさんとゆりっぺさんが白で、ゆりっぺさんがむいさん白、むいちゃん白って言うんだったら白目に見てってことは、アルス君、うちシャルちゃんで一番なんか活動少ないシャルちゃんが怪しいなって思って、うん、なんか活動が少ない、うん、いつもだったらもっとキャピキャピしとるもん。私も見るのに必死なのよ。確かに。ね、するんだったらシャルトさんかアルス君のどっちかかな。ローラーで良ければ。うん、でも私も潔白を証明できないから手錠かけてもろって自分でかけます。うん、まあでも僕は大体あれだね、緊急やりに行ってるし、アムさんとこれバチってるから。うん、まあでも割アムちゃんに入れたんだ。アムちゃん、アムちゃんに入れたね。状況ちょっと整理したいんだけど、今あの信頼してる同士とそうじゃない敵対同士で見ると、アルキュンウイチャが繋がってる。フィリッペさんも繋がってる。いや、うち誰とも繋がっちゃらんねん。僕は誰とも繋がってなくて、うん、僕があの最初の段階で一番最初の停電をアムさんがすれ違って直してなかったのよ、そもそも。うん、ネルちゃんを追うにしてもまず直してから行くべきじゃないかなっていうところ、うん、押します。はい。はい。めっちゃ。よいしょ、エンジンルームじゃね。ゆりっぺさん、ゆりっぺさん。ねえ、大丈夫なんかな。逆に怪しい気。お、照明。下に行くね。よいしょ。みんな上に行っちゃったね、今。3人ぐらい。あ、治ったね。ゆりぺさん。
はい。はい。ナイスです。なるほどねと思ってしまう。ナイスです。さっきの牛飼いのやつ、なるほどねと思ってしまう。そう、俺が、そう、俺がアムさんを本当に疑ってる理由はそこにあるんだよ。なるほどね、なるほどね。確かに、確かにやるべきだった。なんかネルちゃんしか見てなかったな、認める。うん。そうか、あれやればよかった。やれば白が出るのか。なるほどね、ちょっとね、そこが甘いね。やってくれてたら、僕、ネルちゃんも確認できて、アムさんも確認できてたから、そこで、あ、やってくれたんだって思えるんだけど、あ、何もやらずに、アムさんとすれ違っただけだったから。なるほどね、なるほどね。そうやって白を証明していけばいいのか。そこは私の落ち度だわ。うん、それがそもそも分かってなかった。そうか。うん、でもそう言われるとちょっとなんか悪い人に見えんくなるね。あとすごくね、あの一点ちょっと気になったんだけど、はい、僕姉さんが死んだ時にわざわざメインホールで後書きですっていう風に言ってだいぶ白い発言をしたのに、なぜユリッペさんがこっちになすってきてんだろうっていうところが気になる。え、なすってましたっけ。私はカペルクに投票しましたよ。僕だってあのタイミングでユリッペさんがいるのも分かったし、メインホールで後書きでこの破産いてそこら辺周辺危ないですねって話して自分の首絞めてるのにもかかわらず、ユリッペさんが僕を街頭に入れてるんですよね。この破産のキルに関して私カペル君だと思ってて、さっきアルスさんをその釣りに押したのは、うん、アムさんとネルさんの LINE でネルさんがクルー読みで、見た時に残ってるのがシルトさんとアルスさんしかいなくて、この2人の方がいいんじゃないですかっていう、うん、言い方をしてたので、うん、中さんのキルでなすってるわけではないですね。うん、なるほどね。シャルちゃん大丈夫？と思ってて。なるほどね。それはわかった。え、これ、あ、シャルちゃんって言った？うん、シャルちゃん大丈夫？なんか元気ないね。あの使い目だからです。それは。やっぱり？やっぱり？働いてないんだね。どうか。アムちゃんかシャルちゃんなんだけど、アムちゃんの方は見てないから、シャルちゃんさっきボタン押すときに殺しに来なかったんだよな。うん、シャルちゃん結構すれ違っちゃうね、うち。ただ、うん、ローラーしてもらう分には、あの、私も何も潔白証明できないからいいけど、ちょっと人数的には怖い。うん、うん、殺すんだったらアムちゃんなんだけど、キルクールタイムになってないんだよね、多分ボタン的に。あ、いや微妙だったな、さっき。あ、キルクールタイムね。そうですけどね、距離連れてそうけどね、これ。うん。いや、わからん、ちょっと。からん。いや、難しいな。これは難しいな。距離連れてなかったらだいぶやばいですよ。やばいね、これね。終わるな。めっちゃ。めっちゃ。ああ、おおおお、ウィ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 。はい。アルさん、アルさん、マネキンに服着せに行くね。マネキンに服着せに行くね。なんで？アムちゃん怪しいね。はい。完成したじゃね。はい。アムちゃん怪しいね、アムちゃんな、なんそうね。え？なんで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 ？ユリッペさん騙したね、騙したね。いや、ユリッペさんわかんなかったわ。この歯食べられましたね。そう、絶対ね。あそこは危ないと思ったんだよね。いや、マジでユリッペさんの分かんなかった、私。話題すり替えてきたもんって思ったもん、あそこ。変えましたね、アドミン情報。買ったよね、そう、アドミン情報とかのところ持って、最初の方に議論持ってったから、ああ、この人って思ったけど、なかなか釣れなかったな。いや、マジでユリッペさん分からんかった。アーカイブのキルはユリッペです。ただいま。あ、ねるちゃんおかえり。アムちゃんと、アムちゃんとシャルちゃんとユリペさんじゃったんじゃね、じゃあ。うん。今回の推理全部外れてる。なんかね。やつは純粋に反省した。あ、なるほどね。あれやんないと白に見えないのか、なるほどって本気で思ってる。なるほどね。普通の落ち。アムちゃんがすごい金庫室で見てくるけん、ドキドキしたんね、本人。
ごめんね、ポンポン見ちゃう。何も、私何もしてなかったから。私も何もして、ごめんね。うん、でも何もしてない。やる、トイレ掃除してるんだったら今殺されるよなと思ってる。そう、それは、それは実は狙った。なんかムイちゃん、私もムイちゃん、ネルちゃんあたりがこう賛成してくれると強いのではって私は思っていたので。うんうんうん、ねるちゃんがこう応援してくれてよしよしと思った後にむいちゃんにでもアムちゃんがって言われてちょっとショックを受ける私わかるね、手出すタイミングでねるねる私も狙ってたのよ。そう、最初に実はそこ行ってラウンジ、うん、そう、そうやったの私なんだけど、そう絶対狙ってたんですよこの人ね、狙ってた何かわからないけど私は死んでたから対戦はきついね、対戦はね、でもね、私、うん、ある意味一番幸せだったかもしれないギスギスしないからギスギスしないから一番幸せだったかもしれない確かにモンスターのこと守んなきゃいけない、うん、白いチョコさんすごかったね、すごいタスクでギパキやっちゃったね。ラウンジでさ、むいちゃんじゃない、ねるねるとさすれ違った気がしたんだけど、ねるねるから見えてなかった私って、やばいと思ったんだよそれ。そう、見えてない見えてない、本当にこっちが狭いからね、うん、あ、なるほどね、うん、レッペアーカイブで食べた時同じ部屋にねるねるとアムさん2人いて、アムさんにだけ見える位置にいました。うん、うわー、見えてしまって、あ、やばいこの、うわー、後ろのふりしてねるちゃんの後ろをついていこうって思ってうわそう、だから最悪最悪アルルよく上気づいたねって言おうか迷って、でも変に口を出すと怖いから私の位置だとね、多分ねクルーだとマジで見えなかったのよ、下にいたから、うん、見えないはず、そこで言ってしまうとやばいから、うん、あえてどうしようどうしようって言ってたら逆にアルルに黒出しされるっていう。そう、うん、俺から目線はもう完全にアムさん、ユリッペさんはバチクソ怪しかった。バチクソ。アルケン強いのよ。そう、もうここ2人とりあえず釣りたいと思ったんだけど、なんか何も謝ることないね。うん、ユリッペさんがね、なんかそう。違う違う、私ね元気ないよって言ったのね、うん、別に二日酔いじゃなくてね、喋るとボロが出るからやっぱりやめたらもう慈悲はなしさて、次、はい、あ、はい、大丈夫ですか、ちょっと一応ね11時までって言ってあったんですけど、あの、うん、まだ皆さんお時間よろしければもうちょっとやりたいなって思うんですけど、うち遊びたい、お時間ダメなくていたら、はい、大丈夫ですよ、今ちょっといろいろお片付けがまだ残ってるので、うん、そろそろ撤収させていただこうかなと。あ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、今日はありがとうございました。お疲れ様。機会あればぜひ一緒によろしくお願いします。ね、まだみんなで遊ぼうね。ぜひぜひ。はい。引き続き楽しんでね。はい。ではでは、お先に失礼します。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。あとは大丈夫かい？はい。大丈夫なんだけど、ピングがちょっと高いから怖いかも、私。するとインポスターは2？ インポスターは2人に減らしました。はい、キルクルが 27.5 秒に短くしてます。議論タイムは165のままにしてます。タスクも224のままにしてます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スリザリンは嫌だ。スリザリンは嫌だ。レイブンクロー、レイブンクロー。みんな嫌だよ、スリザリンは。まだ来るじゃねえ。そろそろインポスターやりたいね。メイホール。はい。まずは、ミーティングルーム行くね。あ、ゆなさんじゃねえ。白いちごさんが直しちょるから、うち上行くね。0、5、8、0、9、はい。ナイス、はい、会議をしました。うん。ナイス。ナイスなんこれ。ナイスなん。ナイスよ。誰も死んでないからナイスよ。うん。そう。死んでないのが一番。うん。
よいよい。オッケーオッケー。はい。警察面の人。あ、カルティ、はい、おお、マジ？ピングが。ピング、やっぱピング。ピングが。はい、くんどうしますか。10人にローでやるか、まだ始まったばっかりなんで。やり直そうか。あ、やり直そうか。申し訳ない。ちょっと待って、再起動するわ。よかい。嫌な予感したんだよな。多分ね。シャルティとムイチャが怪しい。シャルティとムイチャ。その心は？何もないところ。その心は？気分。気分。どうしよう。今日はあれね、本人、そのユキトさんとシャルジャが一番仲良いね。コックピットに集まればよい。殺されに来ました。私ユキティからしろ。私ユキティとユキティが怪しいと思います。ユリッペさんね、カード登録しちゃったから白じゃと思うね。シアノとユキトが怪しいと思います。シアユキ、シアユキ。はい。アミティ何もやってないので怪しいと思います。え、これやり直しじゃないの？やり直し。今エンジンルームにいる。リナさんだ。リナさんだったんだ。私もやるじゃん。いや、もうこれ自分で作ってください。終わりです、それで。ごめんなさい、リナさん、本当に。申し訳ねえ。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。あ、カルちゃんが？カルちゃんが？それはやり直し正解だわ。きつい。いや、リナさん。はい。でもワンちゃんリナさんのスーパープレイ見せてくれるのかなと思ったけど、一人で全員殺すかもしれない。キルチャンピオン。ちょっともう一回落ちたらやめようかな。まあ大丈夫大丈夫大丈夫。再起動した。ピングしてね。ピングこっち見えない。実績が解除されたね。はい。ね。はい。ピングは変わんないっすね。あ、いや、でもちょっと下がった。10ぐらい下がった。おう。やっぱ100超えてんだよな。100超えてん。超えてんのは重たいね、確かにちょっとね。うん、重たいね、だいぶ。重たいね。私も超えてるから、やばい。こっちも結構やばいぐらい。10何だったんだけど、待って待って、でもなんか瞬間的に上がることある、全然。70ある。あ、ピングってこれ、時間じゃないんじゃね？重さ？あ、でもなんか時間下がってきた、下がってきた。うんうんうん、安定してくると。うん。上がるかな。じゃあやりましょうか。やりましょうか。はい。はい。スリザリンは言えた。スリザリン。スリザリンになりたい。またガチャやんないといけないんだ。いや怖い、怖いよ。C じゃね、C。もっと濃いね。はい。あ、通信環境の目安の数字だね。ヘイストラさん、ありがとう。白いちごさんがおるね。はい。照明直しに行くね。はい。あ。あ、展望デッキ、データをダウンロード。何のことじゃね？あ、これじゃね。ダウンロード。一応その押しました。うん、なるほど、なるほど。ああ、そっか。そう、ごめん。死体わかんないわこれ。あの茶色さんと一緒にあの左下の電気室みたいなところで直して、で私そこを後にしたんですよね。うんうん、で武器庫に行くときにネルさんがいて、でその後にアドミン見てっていう感じのムーブなんですけど、だから私目線結構。うんうん、ネルさんが怪しい。え、でもタスククリアしてるよ。クリアっていうか1個入れてるよ。わかんないよこっちは。あ、わかんないよ。わかんないよ。あ、そうなんだ。かもしれないし。そうだね。うん、まあもちろん、まあ候補の一人というか、なんというかできなくはない。うんうんうん。じゃあちょっと黒目に見とく感じ。あとアドミン
私がそのまたそれか誰が来たんですけど誰でしたっけ？アドミンに？アドミンに誰か来たんですよね。今通報してくれた牛飼いさんかな。いや、ミーティング自分かな。コクピット自分が行きました今。だからその人もまあできんくもないかなっていうのが白いちご目線なのと、ああなるほど。あとはやっぱりそのキッチンの右に、キッチンより右にいる人もできると思いますね。私は通ってないからわかんないけど、自分は私は若干白目に見てほしいなと思います。じゃないとあのこんなにムイさんが最初に合流してとか情報出さないので。ベはエンジンルームの配線タスクカペル君と一緒にやったんで、多分カペル君キルクル的にできないと思います、なるほど。はいはい、我も最終位置、最終位置左側ラウンジアーカイブシャワー室あたりをうろうろしてたらシャルティがいたのでシャルティを追いかけました。丸。あ、これ私も証明できます。でそのまま、アミティの前にあのリュナさんが、ラウンジからのところにいるのも見ているので、電気室であるにしてはちょっとギリギリかなっていう印象なので、アミティ・リュナさんは白かなって思います。ユキ君は電気室から移動してそうだな。あと逆にその私がそのネルさんを見たことによってネルさんは逆に殺さないかなっていう気もしてきたな。僕ね、右下にいた金庫室で金庫開けてた。以上。私は武器庫しか移動しません。ない。はい、一旦押します。はい。はいはい、やられたねやられたね。幽霊になってもできることはあるんよね。うん、タスクのクリア頑張るね。みんなの声が聞こえんね。はい。あ、そう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 。それも合ってないね、我。でも、キュナさんも、ユキティのことは見かけてないって感じですかね。見かけてないですね。シャルトさんだけっすね、見たの、ラウンジで。うん、トイレの中で何かやってるなって。はい、覗いたんすか。あれ、トイレ掃除してる季節です。シャルティ一回会わなかった。さんは？え、私、ブキコにいたよ。ネルちゃんと一緒じゃなかったんだ。じゃあ、いや、なんか一人いたんだけど誰かなと思ってあんまり見てなかった。私二人すれ違ったんだよ、白いちごさんと、多分それだったらカルトさんと。すれ違って、なんかエンジンルームの上らへんで、上らへんの通路か、そこでタスクやってて、その後下に行って、で誰か武器庫にいたような気がする。なるほど。あ、正直あんまり見てなかったっていうのはある。すいません。はい、改めてもらって、なんか多分キッチンで死んでるんだったらその周辺にいたネルさん、カルトさん、白いちごさんか、またはメインホールとかで湧いてる人がエレキ通ってキッチンまで行ってんのかなって思うんですけど。あ、右側から。死人情報がないとか、あれ、キッチンより右手にそうな気がしますけど、貨物の人がキッチンまで行くとか、メインの人がキッチンまで行くとかの方が、そんなに、そんなに立ってない気がするんですよね。サルティ見たけどな、トイレ開けてそうなところ、後ろで見ただけかな。貨物、停車した貨物室だった。停電、停電した時にあのトイレ掃除してた、一生懸命。うん、それは見た気がするけど、まあ、いいや。ね、その時かな。私は、さんと、アルス君ってどこでしたっけ？僕は、金庫室行って、停電が起きて、その後、コミュニケーション、一番上ですね。うんうん、で、押しに行ったって感じです。
自分は貨物枠で、で一番最初に通した。とりあえずスキップをしとく。リアさんも武器庫いたんですか？いや、左側行ってないです。リア、そう、車は。はい、じゃあ残りのね、あのデータをアップロード、はい、これやるね。もうお化けになってしまったね。はい、アップロード中、タスク完了じゃねえ。はい、キッチン、ハンバーガー作るね、ハンバーガー。はい、はい、パンと、はい、トマトと、はい、トマトと、ヘイストラさん、うちお化けになってしまったね。あー、やない。これさ、これさ、これさ、ねるちゃん、ねえ、りなさん、ん？あれ、さっき、あれ、私とすれ違いましたよね。すれ違いましたね。どこでですか？から出てきたやられてしまったね、二人とも。通るとこでネルちゃんの死体見つけたんだけどな。なんかありますか？いや。いや、それおかしいけんね。そっか。シャワー室のどこら辺ですか？タオルんとこ？タオルのアーカイブ側か。上側？で。いや、下、シャワー室の下側？下。ダクト側がある方？あ、そう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 、ああ、ダクトか。はいはいはい。その可能性もあるのか。いや、リナさん、すまんね。すぐ疑っちゃうんだよ。いや、まあでも、怪しいよね。こっちからすると、カンちゃんのこういうところ大好きじゃねえ。そうすね。誰と誰がバチバチですか、今。いや、じゃあ今私とリュウさんが小豆、小豆色とペストマスクがバチバチです。小豆色の医者とペストマスクがバチバチです。いや、まあでも確かにあの弁当あるから、うん、リュナさんだけってわけじゃないな。なんかちょっと右側にいた人をちょっと炙った方がいいんじゃない？ねえ、チカさんね、うちあれの、はい、掃除機で吸い込まれたら、あの一家の終わりじゃね、今、はい、貨物室でユリッペさんとユキティを見かけました。ユリッペさんとユキティさんが組んじょるんかね。自分あれかな、配線やってたから誰かが通った気がしたけど見てなかったけど、それはミティに見られてるかな。かな。私、うん、貨物。ユリッペさんあれじゃね、やっぱり。で次、あんまり喋らんね、やっぱりみんな犯人になるとあんまり喋らんのよ。行こうと思った時にユリッペさんとユキティ見かけて。うんうん、でそのまま診察室のゴミ捨てに行った。なるほど。なんか配線なんだっけ、トイレ側の配線直して金庫開けてた。ニッペはアムさんをその給油タスク貨物の右上に残して、うんうん、下回りであのミーティングまで行ってるんで、弁当だったらアムさんはできるのかなとは思います。ゆきとくんのことは見えてないです。どこでも見つけられない。自分左側のコックピット側にいたんだ。ダウンロードしてとか、うん、僕はネルちゃんがミスったところの展望デッキですね。なるほど。今スキップかな。スキップ。ネルちゃんプレミゾーンにいました。これ誰が犯人なんじゃろうね。あ、ねるちゃん、やられてしもうたね。誰にやられた？え？言った方がいい？みんな知りたい？うちはね、ゆりぺさんにやられたね。はい、しょいしょ。あ、一緒ね。一緒ね。あ、ストップストップ。ナイスでーす。ナスビー。はい。ナスビー。ここだけさっきの2人目、ネルネルの時は、アルキュンは白だと思います。あの、展望デッキにいたっていうのは、あの、正しい情報かなって思います。結構にいたけど、扉越しにキッチンにいるのが、
見えたんで、待ち構えてたら怖いなと思って離れたら見つかったんで、そうだったね、そこは正しいかなって思います、うん、ちなみにそのシャワー室のベントってどこに繋がってますか？アーカイブと貨物室とアーカイブじゃねえ、うん、なんかそのアドミンちょっと前に見てて、宿舎前かな、なんかその辺に人がいたんですけど、まあ、なんか急に現れたように見えたんですけど、まあ、宿舎前だったらエリッペかもしれないですね。荷物以外か、宿舎前って急に現れることまずないですね。金庫から、うん、そうだよね、彫刻機側から通らないといけないね、うん、じゃあ大丈夫そうです、うん、はいはい大嘘つきじゃねえ、大嘘つきじゃねえ、とりあえず警戒くらいで、そうですね、うん、ーラーしちゃう、僕つけてくよつけるよ、リナさんどうぞ大好きだよ、ストーカーするよ、愛が深いかな、ゆりっぺさんと、あとは誰じゃねえ、誰なんじゃろう、ゆきとさんかね、リナさんかなと思ったけど、いろんな考えたリナさんじゃないかもしれないっていうのもちょっと思った手のひらくるくる、敵は少しだけあの手首モーターついてるんでくるくるしてます、くるくるくるねじれ切れないように、誰だよカルちゃんに一票入っとるねこれやばいね、何なんかやばいね、だってさ、うん、誰もユリッペさんをさ、うん、警戒してないじゃん、うん、やばくないねえ、あのベテランさんでね、みんな引っ張ってくれちょるから、まさかねえとは思うね、はい、いや、メインホール行ったっていうのやばいな、まあ、あれじゃね、今とにかくあのタスクを進めてみんなの助けをすることじゃね、そうだね、うん、ゆきとさんは金庫室に行っちゃうんじゃねえ、はい、あら、ゆりっぺさんが、あらあら、まあまあ回線が落ちちゃいました、あらあら、まあまあで回線落ちうん、重たいかな、これやばいね、シャルト、シャルト警察です、はい、セキュリティールームでアミティが、チーズ食べられてるところを、見ました、なるほどなるほど、そのね、その私動きは展望デッキのあの電波のタスクやってキッチンからセキュリティールーム動いたんだけど、道中、カペル君がセキュリティルーム側から来るのを見たのと、ユリッペさんが、私がセキュリティルームに出る扉のところに差し掛かったら、上から来たから、武器庫から来たのかな、動きは見たので、うんうん、カペル君が結構グレーかなって。そうだね。自分が通った時はいなかったから、うんうん、まあでも自分グレーはしょうがないな。そうすると電気室周りの動きが気になるので、うん、その辺の目撃情報があれば聞きたいです。電気室なぁ、私シャワーにほとんどいたからな、僕最終貨物です、ね、最終あの医務室で電気室、あの医務室間違えた、電気室を取って医務室に行ったけど、そこはもう医務室直行して、誰が犯人で、もう一人くて、医務室は見たらもちろん黄色さんが死んでました、うん、あ、なるほど、うん、私はずっとアーカイブであの本のタスクをやってて、その間に紫さんをなぜか2回見たのと2周してきたというか、2回見たのとあともう一人何色さんかな、ちょっとあのカペルさんか牛飼いさんかどっちか、多分ね僕だと思う、うんうん、同じところにはいたから、うん、目撃情報、うん、あ、シヤシヤ喋ります。シヤシヤ喋ります。はい。ミーティングルームで、あの、ユナさんと一緒にいました。で、死体見つかるちょっと前に別れたけど、そこまでは多分行ける時間なかったんで、うん、まあ、ユナさんは、今回のキルに関しては、関係ないってことじゃね、うん、まあ、ユナさんが証明してもらえれば、それでって感じ。別に前、最終エンジンとこ一緒にいましたし、合流して。うん、
今回は僕らは無理かなっていう感じですね。ベル君釣っていいんじゃない？え？釣りの可能性もあるけどね。なんで？なんでカペルさんが？私気になってるのが、ネルネルの時のカペル君の動きだけ話してなかったんだよね。その時何してたかだけ知りたいなって思って。ああ、だからコックピット。うん、だからそれは多分関与してない。うん。あ、時間ないね、時間ないね。誰と誰？僕ローラスン。いいよ。私はカペル君に。ローラスル。入れるよ。誰と？誰とローラスル。カペシャルでローラスル。ああ。なるほど。それ硬いかな。なるほど。あ、あれ、ユリッピさん、お疲れ様。お疲れ様です。シロトさん食べた瞬間に回線落ちたんですよね。そうなん死んでてくれいやでも、私たちからしたら因縁だからねびっくりしたね、本人。うん、びっくりしたよ、本人。いや、綺麗な転がされ方したなって思って。あ、会議じゃね。はい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 、はいはい、今のは、どうさんか。え、なんか私ボタン押してた。疑われてる人がって言ってたから、誰か余った方がいいんかなって思った。あ、なるほど。なるほど。俺的にはシャルティとパチパチするしかないんだよ。そうだね、ここは、うん、あ、それ以外情報が自分全くないから、パンティの件に関しては。右側は電気室から来た感じ。来た感じだね。うん。セキュリティどこで死んでたの？はい、ね、左側から入ってすぐのところ。なんだろう、左上のところって言ったらいいかな、部屋の左上のあたり。え、じゃあなんでドンはセキュリティから来たのに見てないの？いや、だから後ろに行ったんじゃないか、パンティから来て、うん。あ、後ろ？セキュリティ？自分は電気室から。ねえ、みんな誰が犯人かわからなくなってきたね。セキュリティを取ってね、うん、下を。うん。セキュリティ。その時にアムさんは一緒にいた？いなかった。いなかった。あと一、うんうん。え、セキュリティ取ってキッチンに行ったんでしょ？すれ違ったってことでしょ？キッチンから展望デッキの方に。うん。うん、逆だね。キッチンからセキュリティールーム行って、そっから電気でしょ？ああ、そういうことね。うん、そうそうそう。私はね、うん。あ、シャルちゃんはでしょ。どうシャルちゃんか。シャルちゃん。自分は電気室から展望デッキ。で、シャルティはキッチンの方からセキュリティ。逆だね。うん。で、セキュリティの通路を通ったの、ドン。通ったよ。え、アムちゃん見なかったの？うん、見てない。いや、だから後ろから来てたんじゃないかなって。うちを見ちゃうね。私が出会ってもう食べてすぐ通報したか、その前にカペル君がやったかのどっちかだけど、私がやってすぐ通報するのはメリットが正直ないかなっていうのはあるね、うん、インポスターだったとして。うん、うーん、この話的には私はどうなんだけど、うん、かなって思うけど、まあるならでもローラー、まあ、ローラーじゃない。うん、なんかローラー押しすぎるのもね、黒いんだよね。私大好きだ。ローラー大好きだ。ここはね、見てるから私はごめん、カペル君に入れるね。まあ、うん、シャルティに入れるしかないな。うん。状況証拠が上がってるんだよ。ああ。俺のこと大好きすぎじゃん。それは大好き。まあ、それは嫌いだけど。ローラーされちゃうね。別に。犯人じゃなくてもするでしょ、結局俺なんだけどね。よかった、よかった、よかった、頑張った。真犯人じゃったね、真犯人じゃったね。回線落ち前にシャルトさん食べてたんですけど、あ、うん、あ、判定が食べたったんだ。そう、あれはまだワンチャンやった。そうだったのか。ユリッピさんもそう、黒だなって、あの、そ、近づいて、おもむろに近づいてきたから、そう、その瞬間にバタって切れたから、多分その切るボタンを押した時に切れちゃったんだろうなっていうのは。そう、ベントであのキッチン出て全然見事ってなくて、う
いや、そう、なんか真上から来たから怪しいなって思った。そういうことだったんだな。あぶねえ。ギダさん、ギダさん危なかった。危なかった。またなすられるとこだった。毎回いいところにいてしまう。いやー、通信エラーでもきついな。今負けてた試合だったかもしれない。うん、ナイスじゃったね、本人。みんなの協力のおかげじゃねえ。回線落ちが。うん、暗すぎる。高いだろうね、今。あ、時間が、うん。あれはあるね。ナイスじゃったね。バチ当たりだったから。うん、ね。どうしようかな。もう一回やれるかなか、もう解散するか。これで落ちようかなと思ってて。あ、じゃあ解散。あ、でも10人2浪で続けてもらっても大丈夫ですよ。白いちごさんと遊びたい。あと一戦やっとこう。あと一戦で終わるか。あ、じゃあ一戦やります。本人、ありがとう。ゆりっぺさん、ありがとう。ありがとう。あと誰かいない人いる？あれ？ん？今、ゆりっぺさんが抜けたから。そうすると。今移動したらいいんですね。オッケーです。今誰がホストになってる？誰か。ああ、じゃあ大丈夫。な。いやー、白いちごさん真っ白だったな。うん、真っ白じゃったね、本人。ずっとテキパキやっとるね。最初ゆりっぺさんがバクバク食ってたんだけど。うん、そうなんだよ。そうそうそう。あの、私たちの配信、姉妹やられてるって書かれてる。間違いないんだよな。もう配信倒れだよ。あ、なんか入れないっぽいんで、やっぱりこれで落ちます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうです。また。どうしたら良いのかな。やろうか。ラスト1回。うん。かな。うん。よろしく。回線落ちしないことを祈ろう。始めます。はい。始めます。はい。はい。スリザリン。やばい。スリザリンがいい。もう、アズカバンに行ってもらって。スリザリンは嫌だ。シャワー室、はいはい、はいはい、タオル拾うね、はいはい、はい、あ、ヘイストロさん頑張るね、はい、やるやん、やるやん、ボタンありがとう。いや、すごい、ほんとすごい、ん、はいは。めっちゃ褒めるやんって言うから、めっちゃ褒めるやんって言うから適当に褒めただけなんだよ。はい、もう今回もシャルティグレーで僕行きますんでよろしくお願いします。じゃあ私シアのグレーのユキとグレーだよ。いや、ちょっとかわいそうだからどうも白で見とこ。あ、入っちょるね、入っちょるね。誰だ入れたやつ。まあ、一票許す、一票許す。キッチンからお風呂行くね、はい、タオル早く拾いたいね。おお、こうやって見れるんじゃね、はいはい、電気室、電気室、あれ、うち道迷子になっちゃうかね。ゆきとさんが来たってことはあれじゃね、
トイレは大丈夫じゃね？後ろの二人は大丈夫じゃと思うんじゃけど。はい。アムちゃんとアルスさんじゃったよね、今の。めっちゃ見られちゃった？え、ユキトさんはあれじゃない？あの、直しに来たけど、うちが直しちょるの見て、あ、大丈夫じゃねって言って、やったんじゃないかな。ほい。お。ナイスです。ナイスです。はい。それはナイス。うん、でも、ね、警察グレーだからちょっと。なんでよ。なんでよ。さっき僕に入れたのシャルティじゃないの、もしかして。あの、私では実はないんだ。そう、もう一人いるよ、不届きなの。うちじゃないね。誰だ。誰だ。俺はキアじゃない。正直に流れ上げなさい。俺はキラじゃない。僕ない。だって私キラーじゃん。僕じゃない、僕はキラーじゃない。僕はキラーじゃない。僕はキラーじゃない。懐かしいのよ。キッチン行くね。はい。あ、金庫室に服着せられるね。はい。じゅー、はい、タスク完了じゃね。ネルちゃんが上に行ったね。おいおい。いけんね、宇宙船がぶつかってしまうね。あ、おるね。バイキング、はいはい、ファンチュー、はい、通信室に行って、あ、ユキトさんじゃね。ね、ついに着せられたね。カペルさん怖いね。あ、ミーティングルームの ID コード入力。6、5、8、8、3、はい、お、あれ、はい、おとなしいぞ、今日いいぞ。誰だ。もうユキトさんがうちのことジロジロ見てくるね。変態だな。もうブラックだな。扉が開けれなかった。そう、あ、そうな、なんか、ま、マネキン室のところでずっと見ちょってからに、うちが服着てる時。チャルチャルはさ、なんであれ解除しなかったの？扉？扉じゃなくて。シャワー室にどこの？原発じゃなくて。なんか。原子炉。ああ。サボッチのやつ？あ、原子炉はね、扉閉まってました。うん、僕が結構原子炉に行けなかったから、なんだったっけ、あそこシャルシャル言えなかったのかな、あの、なんかウィーミーになってた時。何人ぐらい回ってたの、うん、昇降機のやつ。で、私結構ずっとあのアルキュンとアミキといたよ。そう、過激ムーブかましてたから絶対見られてる。白いちごさんは何しちゃったの？上の鳴ってる時って赤色に見えたけど、あれはユナさんかユナさんかとシアシア、あのユナさんと一回すれ違ったから、その時の話をしてたのか。なんか上のなんか鳴ってたじゃん、警報。うん、その時に左側、昇降機の左側にいた、ね、見たね、見た見た見た。その時私より先ついてたのに、なんで解除してなかったんだろうって
右側が排除されないと、右側とタイミング合わないと。そうなんだ、うん、そうなんで、僕が右側を直したんですよね、うんうん、でその時にシャルティが合流して、うん、で僕はもうずっとこのラウンドと全ラウンド、その1個前のやつはアムさんをストーカーしてたんで見守られないとタスクができない私になって、アミチティをそうストーカーしてられきゅん、私はストーカーしてた、そうストーカーしてたからここはまあライン的にはつながってるけど、僕は白目で見てるね、アムさんのこと。だから進行をやってるとき後ろに2人いたのね。なんかシアシアは常になんかあっちこっちに人に見られてるけど何もしてない感じがあって、ん、働けって言われてる、今働けって言われてる、タスクしろってかしてる、違う、あの切る的なことがなさそうだなって思って、うん、切ろうかなとか思う。ああ、確かにユキティだとしたらバクバク食べるもんね、うんうん、境なしに。助かんないけどね、私も2票入れてる、なんで誰だそんなこと言って、もうシロイチゴさんだまっちょるで、ちょっと怪しいね。メインホール写真を現像する、はい、ジャバジャバ。これマッチョガンといけんね。マッチョガンといけんね。じれたいね。他にできることないかね。電気室。タスクでも確実に終わらせたいね。ここは誰も通らんね。あと30秒じゃね。あ、衝突コース。みんなに任せるね。リュナさんが通ってったね。タスク完了じゃねえ。電気室。ねるちゃんじゃねえ。おい。あ、アムちゃん。チーズが壊れてしまった。セキュリティの下の突き出し。デッキの外側ね、セキュリティの下。どこ？セキュリティの。死んだタイミングですけど、私が医務室で見たときにもう死んでいて、その医務室見たタイミングはあの衝突みたいななった時です。だからその前にいるはずです。はい。電気室でリュナさんとすれ違いました。で左に行っていたのを見てます。セキュリティルーム、衝突の時です。でも。あ、うちもあの写真現像しててリュナさん見ました。そうですね、上、ね、じゃあ上下の順番だね。逆に白いな。さん、あの昇降機リアクターの左のところに直しに来てくれたのは見てる。多分ね、ルートはメインホールシャワー室アーカイブからあの床使って左に来たルート。そうですね、右側はもうカツさんいてくれたんで、うん、左側に行こうと思って。ああ、シャシアは電気室からどう行ったの？ね、貨物室とってアルチーと途中で合流したよね、最後。最後合流した。うん、俺ね、でもその前にね、キッチン方面っていうかセキュリティ方面からユキくんが来てるのは見てるよ。うん、でも衝突の前だね。うん、ずっと見てたと思うけど、下には行ってない。見てた見てた。から。そこもう一人カメラ君に。あ、そうだね。下には行ってなかった。うんまっすぐだって言って、ネーネル多分で一回突っかかって、あの電気の扉。そうそうそう、突っかかって、そうそうそう、うん、で、うん、今メインホールのところに行ったのかな。うん、うちもすれ違ったね。うん、あの写真のタスクを終わらせて、電気室のシャワー室の方にあるあのちっちゃい部屋のところの
配電盤操作しに行った時にネルちゃんとすれ違ったギリギリあの通報されるちょっと前に、うん、え衝突の僕が通報されるイチ君を見たのは衝突の前なのよ、ね、うんうん、なる前にセキュリティから来てるけどその時からもうネルちゃんと一緒にいた。いや、うちはずっと写真の現像室で、あの、待っちゃったんよ、現像が終わるまで。ネルちゃんは？私は、あの、ずっと、ずっとじゃないけど、キッチンのところでバンズ詰めてから、そこからシアシアと一緒に行動して、電気室の方に向かって、私、壁突っかかったっていうのがその辺で、で、それは衝突の途中、あと、前、あと、衝突？あの、鳴った時の、ブザーの。もう一回押すね。はい。はい。3、お願いします。はい。誰が犯人じゃね？誰が犯人じゃね？メインホールに一旦戻るね。シャワー室でタオル拾い。が終わっちゃるね。通信室、通信室はどこじゃね？はい。あ。ナイス。はい、ナイス。はい。ナイス。なる前にシアシアとネルネルは？なる前に。なる前はパルチと会った時ってセキュリティールームのところだったと思う。で、なり終わって電気室のところに入ったと思う、ね、なるほど。で、ゆなさんとはねるねるとしあしあは会ってない。ない。私は会ってないですね。で、そのなってる時にだね、僕はなってたか。なってる時にゆなさんが電気室からセキュリティの方面に行っている。逆です。あのセキュリティからかあのずっとカメラ見てて、で、なったからセキュリティから行こうとして道間違えてそこでアルスさんと遭遇するんですよね。そういうことか。だから袋工事あったもんで。うん、袋工事だったから。じゃあ電気室上の方から行ったってこと。うん、そうですね。それで現像で待ってるうちがそれ見たね。なるほど。白いちごさんは何しよったね。白いちごさん、そういえば白いちごさんのルートはさっき言った通りあのベーンってな衝突のなり始めた瞬間に医務室確認してそこで死んでて、で死体を探そうと思って、私その実は左に行ってるんですよ、今話そうと思ったんですけど、左に行ってそのセキュリティルームとか通ってるんですね、うん、で通った時に死体は確認できてなくてごめんなさい。多分あの、うん、下側なんだよね。でもそうそう、外外だってデッキでしょ多分。うん、できるしゃあないと。私がパーって左に突っ切って、その時に、ゆきとさんとむいさんだったからな、なんかね、誰か忘れたけど、2人ペアの人とすれ違った。あ、じゃあ、ねるちゃんじゃね。私だと思う。うん、ねるちゃん。私とシャシャ。うん。で、すれ違って、そのまま突き抜けてっていう感じのルートで、だから私目線、その2人一緒に後から来たから、まあ、その2人は違うのかなっていう。白めっちゃ白目。うんうん、ああまあでもとりあえずはそう、僕的にはね、僕的にはの話をすると、展望キッチンセキュリティ電気っていうルートを通るときに、キッチンにからセキュリティ側に行く通路のところでゆきくん一人でいるところですれ違ってるのね。だから多分衝突中か衝突前にねるちゃんとはそこで合流してるんだと思う。キッチンのところで合流はしてる。うん、そう、なんかあれですね、やってから合流した可能性もあります、ね、そう、やってから合流した可能性がちょっとビレゾンっていうところで、僕はだいぶ今ゆきくんが怪しいの。はい、じゃあゆきくんに入れるね。はい、ビレゾンで入れられるんですか。ビレゾンで入れられるんですか。もうちょい議論したいかな。うん、黒目で見てほしい。まあ今出てきた人全員黒目なんだよ。よいしょ。誰じゃろう、誰じゃろうね、誰が犯人なんじゃろう。はい、通信室、通信室、
カモ室に2人おるね。エンジンルーム、うん、エンジンルームに今ピョって移動したね。エンジンルームにおるの。今見た、みんなエンジンルームの人がピョコって二人増えたね。シャルちゃん怪しいね。シャルちゃん怪しいよ。ネルちゃんも怪しいね。メインホール、メインホール。配線の修理。これじゃね。ナイスだけど。はい。終わった報告で押しました。あ、なるほど。お疲れ様です。カルトさんがどっかで死んでおります。カルティ。白いちご目線は、さっき、あの、上にいた2人は結構白目ですね。あの、一緒に。私と、私とシャルシャルだね。うん。いや、むいちゃもうかな、多分ね、3人いるはず。むいちゃと、で、ちなみに、ちなみに、さっきの、あの、昇降機のところなる前までは、僕とカペル君と、リナさんは一緒にいました、ずっと。シヤシヤで、シヤシヤがね、シヤシヤ一人だったんだよね。あの、怪しいところ出たりしてるんだけど、ロールしてるね。シャシャ一人だったね。ネルネルもいる。うん、あ、でも今回のやつは、さっきの今回の会議ではネルネルと。私、白いちごさんとシャルシャルとお姉ちゃんも見てるし、そのたどり着くことができない。昇降機の時にはもうすでに一緒にいたの。あ、あとね、うち解散した時にコックピットに行って部屋を見ちゃったんだけど、エンジンルームに急に人がポキョって2人、あの、1人増えてね、あの、もともと1人おったんじゃけど、画面見ちょったらペコって急に1人増えて、エンジンルームから誰かワープしてきたんかなと思って、でコックピットから出てすれ違ったのがネルちゃんと白いちごさんじゃったね。まあ最初だから、もしかしたら脇遅くて出ちゃった可能性は、脇遅くて、ああ、なるほどね、うん、可能性はあるから、可能性もあるし、うん、キッチンとかメインに人がもしそのコックピットでその増える前ね、うん、いたらキッチンだったらその人かもしれないし、うん、メインだと分かんない。そうね、ちょっと増減がちょっとちゃんと確認できんかったっけ、分からんのじゃけど、ちなみに今回カルルンを見た人っていないの？うち見ちょろん、食べられる前で、ないですね、誰も見てない。誰も見てない。それはきついな、うん。え、白いちごさんとか、でも、シャルティネル、うん、早いことシャルシャルと白いちごさんと会って、私の移動ルート、うん、ずっといてたからので、うん、左側の方では死んでないと思います。これ雪くんじゃない？下か。私も、うん、いいわ。あ、うち、うちシャルちゃんも怖いね。うん。まあ、ワンチャン可能性高いけどな。あるね。あー。黒じゃなかった、ね、いやー、これで黒じゃなかったらごめんね、本当に。まあ、怪しい行動を取った自分が悪いということで。エンジンルーム。はい。あの二人、怪しいね。通信室は上じゃね？はい。
チェイストラさん、どんどんみんなやられていくね。はい。誰かこういうようにじゃね、誰かこういうように。お祈りするしかないね。はい。メインホールの配線修理。これじゃね、倒しに行かんといけんね。あ、リアクターの左側、はい、アルキュンがね、右で待ってくれてる間に、リアクター左の方をやんなきゃと思って行ったところで、白いちごさんが食べられてるのを見つけました。この前まで誰か一緒にいた？私？私は、その前に私いたんだけど、私が、うん、構えてたから、私、違う方行かないとダメだと思って移動した。ちなみに、昇降機鳴った時に、うん、鳴った瞬間にカペル君死んだので。そうなん？あの、ブザー鳴った時に。うん。その時に僕診察室いて、多分みんな左側いたのかな、わかんないけど。あ、うちはね、シャワー室のところでタオル入れちゃったんよ。で、シャルちゃんが通り過ぎてったね。昇降機鳴った時？あ、鳴った時、鳴っちょる間にうちタオル、うん、シャワー室かな？うん。で、アーカイブ行って、あ、まだみんな直しとらんから、うちも直しに行かんにゃって思って、右側の昇降機のところの階段降りたら、アルスさんがおったね、リアクターのところに。うん。うん、ああ、あれ来てたの、ムイちゃんだったんだ。うん。シャルちゃんどこ行っちゃったん？昇降機のあれ、リフト使って、左行ったん？動きは、電気室でタスク全部終わった時に、サボタージュになったから、右側から行こうと思って、行ったら、シャワー室で、立ち止まってるムイちゃん。うん、タオル入れちゃったね。うん。うん。ちょっと監視したかったけど、でも先に緊急やらなきゃと思って、アーカイブ側から昇降機の方に行ったら、アルキュンが下構えてくれてたから、うん、左に渡ったところで、白いチコさんが食べられてるのを見つけたっていう流れ。もう僕目線だと、これ、リナさんかネルちゃんなんだよね。うん。そうだね。うん。リナさんはどこにいた？でも、私、この状態で言ったら、私、不利じゃない？はい。そうだね。多分これ、ネルちゃんだと思うんだよね。僕、リナさんとずっと一緒にいて、カペル君と実はちょっと離れた時間があって、その時に食われる可能性もあったから。でも自分の行動にも見えると、あ、でも食べる時間は確かにあったかもしれないけど話させない。いや、だってさ確かに一緒にいたし、そっから降りて誰も周りいなかったから見られないっていう可能性はあるけど、その私その後なんだよね、多分食べられたのって。だ、私下行ってたし、今シャワー室ぐらいまで行ってるから、その、切るデフリーには時間かかると思うんだ。じゃん、どうなんだろう、わかんない。でもどっちかなんだよね。これもう一回鳴らせたら鳴った方がいい。うちも押しとるから誰が出せるかね。うん、俺も、私もね、誰ね、誰が犯人ね、誰が犯人ね。ドアが開かんねえ、全然。うん。リナさんじゃね。
うん、怪しいね。あ、あ、アルスありがとう。ありがとう。あぶねえ。今私リュナさんと通信室のところかな。うちも通信室。うん。いた。これ一郎連れてるから絶対。うん。そうですね。4人で、うん、4人だから一郎連れてるから。タスクこなしたの私なのよ。リュナさんかムイちゃんのどっちかってことだよね。通信室になんかエラーが出ちゃうから、うん、行こうとしたら入り口あたりでリュナさんが行ったり来たりしちゃうから怖くて入れんくて。入り口でもごもごしとった、うん、カルトさんはどこで死んでるかなんだな、うん、そう、まず解除した私とボタン押したアルキュンは当然メリットないからインポスターじゃないはずなのよ。そう、そうね、ユナさんとムイッチャーがどっちかがやれば勝ちだ、よかったけど3人いたから多分やれなかったんだと思うのに、そういった意味でムイッチャーかユナさんどっちかなんだけど、ローラだとまずいのよね。ローラだとまずいね。これ決めたいな。うちはリュナさんに入れるね。僕ね、こっちはもう、うん、ここは多分2つはお互いがどっちか。そう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 。たまに入れちゃって、残り白2人で。そうですね、僕とシャルティ、これ最良系。え、シャルティ誰に入れたの？私、リュナさんに入れた。ごめん、うちもリュナしない。どっちか、そう。あ、待って、あるけどあった？いや。僕ね、リュナさんは一緒にいたから、うん、なるべくちょっと疑いたくはなくて、この白いちごさんが死んだ段階で、うん、カペル君がどこで死んだのかが全然わかんないから、もしその時に、うん、ムイちゃんがやってたらっていうところなんだけどもこれね、シャルティがリュナさんに入れちゃったから僕もリュナさんに入れるしかない。そうだね、いや待って、これムイちゃんが逃げ切らなきゃいけないのに、ボタンないよね、だって2人ともね。ないです、終わりです。リュナさんじゃなかったら。あぶねえ。リュナさんじゃねえ。いや、私の言い分リュナに投票するのやめてよ。いや、めっちゃ笑った。投票するやんと思って。フリじゃと思ったね。ひどいよ。喋れなかったってのもあったからね。そうそう、もうね、頑張ってねるちゃんがね、すごい弁解しながらリュナさんの会話全部途切って、そこでねるちゃんが話してるのか、みんな黙って投票するのか、そのできる才能がなくて、そう、あれはね、あれはどこら辺かを削るしかないと思った時に、もうねるちゃんっていう一択だったから、うん、それで黙って投票するのやめようよ。いやだってもうそんな感じだと話しちゃう時にも時間がなかったんや、うん、あ、カペルさんはどこにおったの？カペルさん、ん、コックピット、コックピットでね、リュナさんがね、キッチンぐらいからずーっと武器庫とコックピット来て、でずーっと見てた。たっぷり時間を使って首ひねられた。あれ通信室の人が動いてくんないもんで食いたいけど食えねえってずっと待ってて、いやで鳴らしてくって、うん、それをちょうど見てた俺っていう。ともう一人ってごめん、誰だ、私自分でしょ。やってたのね。うん、いやーきつい。カルルのはね良かったけど、なんか固まってるっていうのはちょっとね、それはもうどうしようもない僕には。もう明らかに怪しかったもん、動きが。まあね。一人でずっといたからな、私は。うん、いや、白いちごさんとカベルさんが二人一気に抜けたの時もすごい肝が冷えたね。ね、うん、どうしようだと思う。うん、雪とさんね、追放した後だったけ。リュナさんで、私が死ぬ直前、キッチン脇でリュナさんとすれ違って、でリュナさん一人だったから、やべえかなと思って、でも端っこ行ったらワンちゃん見つかんねえから大丈夫だろうみたいな感じで、端っこに行ったら普通に端っこに来られて首絞められて、あ、これは誰にも見つからないから、しかも誰にも発見されないって諦めて、本当にマジ1分ぐらい誰にも発見されない。なんかみんなが議論してるのを、その議論無意味なんだよって思いながらずっと聞いてた。直前じゃねえんだ。ごめん、私が白いって言っちゃったのがね、よくなかったね。ネルさんが2回すれ違ったの言ったら多分俺釣られてる、うん、そうだね、昇降機前で左側で1回すれ違って、でその後エンジンルームにまたすれ違ってるんで、エンジンルームじゃないか、あーそうだったんだ、まあどの道釣られてたけどね、1回すれ違ったので
白いちごさんは誰にやられ、え、あ、ルナさんじゃね、ルナさんに。そうそう、私釣られる率高くない。いやもう釣ってくれてよ、ちょるもなんか、うん、そうね、可愛がられた。あ、愛、愛か。それは本当に愛なのか。今度って言われる、そこに愛はあるか。あ、ある。じゃあ、あれだ、お時間も良い感じ、うん、なので、はい、うん、配信の方はこれで終わりに、はい、もう終わってしまう、もう、はい、もう遊べんの、白いちごさんと字幕閉めます、はい、なんかお知らせとかあればどうぞ、この機会に、うん、宣伝、あの配信の宣伝ある人今言ってほしいね。白いちごさんなんか宣伝ない？明日の配信の予定とか。明日の配信か、明日も、コラボをやる予定で、ジャンタマー麻雀ですね。麻雀を。え、本に21時半からやりますので、もしお時間あれば遊びに来てくれたらいい。行くね、行くね。じゃあ遊び行きます。うん、はい。皆さん本当に今日はありがとうございました。またよかったね。楽しかったです。本当楽しかったね。こそだ。楽しかった。あとは他は大丈夫そうですか？シャルティ？え、いい、え、で、だ、突然来るの、配信枠取ってないの、私今日。だから言わないとダメでしょ。いいの、え、ごめんなさい、じゃあすいません、貴重なお時間をいただき、あの、私事ですが、はい、来週の土曜日、11月20日土曜日に、あの、20時から、1周年記念の配信をやるので、うん、あの、お暇な方はぜひ来ていただければと思います。はい。はい、めっちゃ緊張するよ、人数多いと。ね、盛り上げるの手伝いに行くね。うん。うん。ぜひぜひ。はい。あとは？あ、うちが、明日の夜8時からの馬娘の実況の続きをやろうと思っております。あの、おじさん引き換え券で、おぐりキャップ、をあのもらって、うん、足毛の怪物が降臨するんですか。そう、オグリキャップでね、青春杯っていう今全然触ってない新しいストーリーをちょっとやってみようと思います。よかったら遊びに来てください。はいはいはい、ぐらいですか。はい、主催者のユキティはいいの？なんかあったっけ。あ、シャルティの1周年から2日後の11月22日に僕も1周年やりますので、よかったら遊びに来てください。はい、行くよ。とつまちだよね。とつまちという名の約束されたやつ。そうね。11月多いからね。そうだね、うんうん、あれじゃね、お手紙をちょっとしたためて、あの音読する練習しておかんといけんね。何のバイオレットエヴァーガーデンなの。いや、うん、影響受けるじゃん、あ、やっぱり、うんうん、やってみたい、うん、今思い出したかのように、はい、あの一周年様に入った輩がおります。見ちゃダメだよ。誰か分かってしまった。うん、は、いいかい、以上かな、以上でいいかな。はいはい、はい、じゃあ皆さん、お疲れ様でございました。じゃあそれぞれのね、はい、あの枠を閉じていただくという感じでよろしくお願いします。うん、じゃあ一旦、はい、はい、あの全体は締めにさせていただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みんなおやすみね。おやすみなさい。みなさい。はい、みんな見に来てくれてありがとうね。すごい楽しかったね。ね。みんな米ありがとうね、すごい。あの、ね、ちょっと読み上げるのもちょっと難しかったんじゃけど、すごい、目を通してすごい、あの、攻略の参考にしよったね。ね、あ、ちょっと待ってね。ここまで配信見てくださってどうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それとね、今日は遊びに来てくれ、あの、コラボで遊んでくれたね、アルスさん、リナさん、カルトちゃん、このファネーさん、ね、白いちごさんね、うちめっちゃ遊びたかったんよ、すごい。今日ね、めっちゃ準備頑張ったね、本人。で、カペルさんと、アムちゃんと、ユリッペさんと、ユキトさんと、シャールちゃんね、
みんなのね、チャンネルとツイッターね、概要欄に載せちょるから、みんなね、本に登録お願いします。本にお願いします。ほいじゃね、ほいじゃね、来てくれた人のお名前読み上げるからちょっと待ってね。トニーさん、来てくれてありがとう。つよしさん、来てくれてありがとう。にゃんこさん、来てくれてありがとうね。村野大輔さん、来てくれてありがとう。和光さんね、来てくれてありがとうね。本に嬉しいよ。ジョン・ベディクトさん、ありがとう。ベネディクトさん、ありがとうね。すごい、カウント実況してくれて本に助かったんよ。シロさんもね、見に来てくれてありがとう。ね、すごい配信画面褒めてもらえてすっごい嬉しかったんよ。ヘイストラさん来てくれてありがとう。下月さんも来てくれてありがとうね。チカさんも来てくれてありがとう。あ、シャルちゃん、お疲れ様。ね、後でまたみんなで話せんかな。ね。はい。ほいじゃね、ほいじゃね。これでね、今日のコラボのアモンガース終わるね。ね。またね、みんなでね、せっかくこの配信画面作ったけんね。またみんなで遊びたいんよ。うん。ね、白いちごさんともね、またコラボで遊びたいっちゃ。あ、そうくん、お疲れ様。ね、すっごい楽しかったよ。ね。うん、ほんに、そうくんともね、遊びたいね。ね。ほいじゃほいじゃね。またね、ツイッターでね、告知するけんね。みんな遊びに来てね。ほいじゃね、おやすみ。バイバーイ。